TBS ラジオ玉結び玉結び午後1時になりました。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、赤江珠緒です。こんにちは、月曜パートナーカンニング竹山です。竹山さん、はい、孫ことなき冬、もうね、寒くなりましたね、急にね。今朝初めて、はい、布団から出たくないっていうのに、今年は今季でいいのかな、初めてだった。あ、でもそれで言うと今日なんて竹山さん、うん、朝のね、TBS の番組、うん、ビビッと出られてるから、ものすごい早いでしょ、はい、はいはいはい。そうすると冬は余計でしょ、朝の番組は。いや、そうなんですよね。はい、で、やっぱり家がたまんないのよ。家出るとさ、うん、車で来てるからドアトゥードアじゃん。はい。で、外の空気あまりほら、うん、触れてない。触れてないでしょ。うんうん、でも今朝は寒かったね。だからもうお風呂も朝シャワー浴びるんですけど、はい、シャワー浴びて脱衣場に出たら裸だからもうクソ寒いじゃん。それはそうですよ。それはそのままだとね。あの問題どうしてる？いや、まあ、なんか温めるとかすぐ服を着るとかなんかあるでしょ、人間だから。いや、だから俺はもう冬になるとシャワーを出したまま、はい、シャワーを下の何ほら、使い棒じゃないや。シャワー上と下にあるじゃない、かけるところ。はいはいはい。シャワー浴び終わったらシャワーを出したまま下にかけて、お湯出して、足元かけて、はい、ドア開けるのよ。そうか、だから私朝ね、シャワーとか浴びてないから、はいはい、もう、夜に入るんだよね、お風呂はね。そうすると、浴槽のお湯もあって、蒸気でなんとなく出たとこもあったかいんですよ。はい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 。だからそうか、朝シャワーだけだと、うん、ほんと冷えてるかもしれないですね。だから朝お風呂入る時間あればいいんだけどね。うんうん、それも若い人羨ましいね。夜だけで片付く人が羨ましいね。俺も夜入ったからって言っても俺朝入んなきゃダメなのよ。夜も朝も。そう。でも朝はね、はい、ほら、若い人わかるかな。何でしょう。もうね、寝てる間にね、うん、もう、で、自分の体のできるだけの油が出てるわけ。出たよ。また油の話。いや、本当で、朝の髪の毛とかもうすごいの。本当ですか？だからもう、いつからなのかな、俺こんなになっちゃったの。いや、だから朝油をね、オリーブオイルを取りすぎなんじゃないですかっていう。いや、でも髪の毛とかも出られないの、朝洗わないと。あ、そうですか。夜より朝の方が大事なわけよ。まあでもね、確かに年齢上がってくると朝、お風呂入ってるっていう男性はまたこう、ね、清潔感があっていいって言われてますもんね。だ、昔で言うところの池中玄太80キロの、うん、玄太が朝起きると頭ぐちゃぐちゃになってて、いや、赤井さんわかるかな、西田敏行さんがぐちゃぐちゃになって。はいはいはい。あんな感じになっちゃってるから、あ、そうですか、どっちみちシャワー浴びなきゃいけないんですけど。そうなるとやっぱ冬はちょっと辛いですね。そうですね。でも辛かったね、今日の朝、さすがに本当に寒かった。なんか仕事も立て込んでたってね、竹山さん。いよいよ年末年始だって今特番シーズンですもんね。もうびっくりしたね、金曜日から。うん。うん、金曜日からずーっとね、うん、ちょっと寝れたりするんだよ。はい。この日1時間寝れます。うんうんうん、この日もノリで朝仕事行ってくださいとか。うんうんうん、で、ずーっとあって、うん、で、昨日は2時、夜中2時に終わって、うん、で、今日ビビットだから、2時で3時ぐらいに帰って2時間ぐらいちょっと仮眠して、はい、ビビット行って、うん。で、今日この玉結びで一旦終わるんですよ。それが金曜からずーっと来てて。うん、やっとよかったなって感じですよね。だからこれ矛盾してんのはさ、仕事でね、はい、うん、ね、ブラック企業とかね、はい、そんなのさ、たまーに真面目な番組でさ、ブラック企業の特集とかさ、労働問題とかさ、うん、なんかやることもあるんですよ、うん。それはいけませんね、とか俺言いつつさ、うん、俺が一番ブラックな働き方をしてるっていうさ。まあ、どうしようムラがありますからね、この商売はね。だからもう詰め込むときは詰め込む、季節的なこともありますしね。会社員でもないからね、俺もしょうがないんだけど、まあまあ12月ですからね。まあ今ちょっと頑張りどころではありますしますね。そうですね。うん、そうですけどね、赤江はね、逆にこの週末は、もう本当に何の仕事も入れてない状態で、まあ家で過ごしてるんですけど、帰せずしてね、働いてる状態になったんです。ほう、今週末ですか。今週末、昨日か、日曜日にね、動物園行ったんです。あらら、はい、いいですね、知り合いがね、私がちょっと市原ぞうの国が良かったとかいう話をしてたら、はいはいはい、いや、多摩動物園もいいですよって言われて、多摩ね、はいはいはい、あーと、はい、名前は存じ上げてたんですけども、うん、行ってないです、はい、そもそもその子供ができるまで動物園とかあんま行ってないから、行かないよね、行かない、大人になった行ってないとこが関東はたくさんあるから、はいはいはい、今いろんな方から情報いただいて、はい、いいですよ、うん、で、何がいいかっていうとね、うん、多摩動物園ってすごい広いんですね、広い、うん、あ、竹山さん行かれたことありますか？僕行ったこと、全部仕事関係とか行ったこと。なんかもう山を切り開いてできたような感じだから、はいはいはい、ものすごく広大で、うん、どっちかというともうハイキングをしながら、動物を見ていくぐらいの距離感がありますよという感じで、その方が言うには、中でも赤江さんに勧めたいのは昆虫館。
ほうほう。動物園の中に昆虫館というのがあると。あったっけ、うん、うん。違う施設がちょっと横にありまして、はい、その昆虫館に蝶が放し飼いになってるエリアがあると。はあ、じゃあ温室かなんかそうそうそう。うん、で、年中ね、蝶が飛んでて、幻想的だと。いいね、年中ま、ましてこんな真冬のね、うん、寒い時期に行ったら。はいはい、もうそれも、風がちょっとないような状態だから、はいはいはい、無風のとこで飛んでる蝶が、ふわふわ、ふらふらふらっとしてて、とてもなんか夢心地になる、うん、聞きまして、うん、そりゃいいと、うん。虫好きの私としては、それ行かねばと思って。はいはいはい、はい。いそいそと用意して、うん、また子供の準備に時間かかるから、ね、出ようと思ってた時間に全く出れず、はい、12時ぐらいに出ようと思ってたのに、うん、いかん、もう2時だとか言いながら出たんですよ、うん。で、出て車で向かってる時に、ちょっとね、ドライブ気分で行ってるじゃないですか。はいはいはい、ラジオつけたら、うん、爆笑問題さんの。ああ、日曜日。日曜サンデー。はい、日曜サンデー。私の NG 特集が流れてくる。あら、そんな時期だった？そんな時期だった。昨日そんな時期、もう。そんな時期だったの。だから、始まっちゃった。せずして私働いてないんだけども、はい、電波に自分の声がバンバン乗ってて、ヒーヒーって言いながら車の中で、やめてっていう感じだったんです。まだお子さんが分かんないですけど。それで子供、でも子供なんか、親がすごくなんかこう、バタバタ、ジタバタしてるのを、なんかこうね、感じたんでしょうね。感じてる。うん。普段だったらもっとおやつくれとか言って、車の中で騒ぐんですけど、うん、なんか、ただごとなるの自体に親がなってると思って、じーっとしてました。じーっと親を変なものを見るように、見つめて。声は認識してるのかな、なんかね、って私が、言ってたんです。ただよ、うん、ただね、その時にすごく複雑な心境になったんですよ。うんはいというのもね、うん、いやその面白い面白くないというのは、はい、まあ昨今のこの M1 事情のあれでもありますけれども、人によって違うね、人によって違うって竹山さんもおっしゃってたよね、はいはい、感情も違うし、うん、それはもうそれは人によって違うんだ、うん、それはそうだと思ってね、はい、でそもそも私もそのミスを連発とかね、そのことするつもりなく普通に放送してた結果が、うん生まれてしまった、あの産物。はい。ね。うん、まあでも生まれてしまった以上は、うん、それで面白いって言ってくれる人がいれば、うん、それもお役に立てることがあれば、それはそれでいいとは思うんだけど、ねうん、いいと思う、はい。ただ、自分としてはそれはもうね、恥だし、やっちゃいかんだろうっていうことをプロとしてやっている。うんはい、ここのジレンマもある。うん、しかし、それ聞いててね、うん昨日流れてたのがね、はい、割とね、私の中ではね、これかっていうネタだったのよ。あ、いや、それはちょっと弱いってことちょっと弱いんじゃないか。どうせやるなら、違う。どうせだったら、もう少し、うんうん、なんか私の中では、もっと笑ってもらえるやつあったんじゃないかっていう。はあはあ、なんかね、変な心境。それを進める自分もおかしいんだけど、はいはいはい、いや、ちょっと待って、どうせ流すんだったら、あれじゃないのとかいうのが流れてなかったり、あれ、これで満足してもらえるんだろうかっていう、なんていうかな。なるほどね、変な心境だから、ほんと車屋でね、天気のいい冬、はいはい、こう進んできながら多摩動物園の方に、うん、自分の声がラジオで聞こえてて笑われてるんだろうけども、いや、これじゃなくてどうせなら、うん、こあっちじゃないとか、ね、まだあるとこれ選んだ誰だみたいな話になってそう、ね、赤井さんほら火曜日聞いてるからね、自分のミスを火曜日毎週聞いてるから、しかも何年間分をこうね、はいはい、な集めてくれてるんですけど、うん、弱くねえかと、弱くないか、どうせ、うん、私あるぞと、もうちょっとなんかあったんじゃないかと思って爆笑ミスも持ってるぞと、なんかちょっと自分の中で思い出したりして、うん、ちょっと次戦で一回作ってみようかしらみたいなぐらい一回ね特集をっていうぐらいのなんか変な気持ち、いやいや、はい、そんなことをオンエアに出すこと自体が間違ってるんだっていう赤江と、プロとしてアナウンサーとしてね、そうアナウンサーとして、うん、そんなことで笑われててどうすんだっていう自分と、うん、いやでもどうせ笑ってもらうなエンターテインメントとして、はい、もうちょっとなんか違う角度ですあったよ確か、はい、そうですね、思う赤江、うんうん、そしてそれを家族が聞いているという状況、まあそうですね、車の中でそしてヒーヒー言ってな子供がじーっと押し黙ってる、ママ不思議なそうな顔見てる、ね、複雑なドライブいろんな感情が4つ5 つ, 4ついろんな感情が詰め込まれたその車内ありまして、うん、変だね人間って複雑だなと思いましたけどね、そうね、ちょっと物足りない自分もいたりとか、そうね、こんなことでいいのかっていう、な何割ぐらい何十パーぐらい自分の中で物足りない自分がいたその時、いやだからね、その殿堂入りとか言ってね、殿堂、うん、入りとか言うのもそれ殿堂でもないのよ、恥ずかしいことなのそれ本当にでも赤井さん殿堂入ってるよね、入ってるんです、ね、だけどそれをなんか高々と言っていただくこと自体がすごく立ち位置がおかしいわけで、私自身がそもそも、ね、はははそこの中でそんなに掲げてもらってる割にはいやもうちょっとあったんじゃないかっていうね、ああそうですか、うんうん、
はあ、なんかそう不満になっているネタがね、はあ、ちょっともう一回探ってみようかなと思って自分ではどんどんやっていっている放送の中で、うん、毎日生放送なんで、うん、忘れていくじゃないですか、はいはい、もう自転車操業、はい、今日の放送したらまた明日が来る、うん、明日やったらもう次の日っていうことでね、はい、もうすべてやりっぱなし放送でやってきている自分ですよ、うん、でちょっと振り返ってほうこれそろそろ一回ねいやそういう機会もあっていいんじゃないかって昨日ね思ったんですどう思います竹山さんいや僕はね今赤井さんにね、はい、あえてねおめでとうって言ってあげたいなんでなんでですかあなたがそれを昨日それを感じたということは、はい、あなたはねきっとね、はいはい、多分やっとですけど、はい、元 ABC の社員さんだったわけじゃないですかそうです ABC の社員でアナウンサーとして、はい、プロとしてサラリーマンとして、ね、サラリーマンとして、はい、プロのアナウンサーとしてやったわけでしょ、はい、そうですそこからいろんな番組ねやめていろんな番組やったり、はい、こうやって玉結びってパーソナリティずっとやったりして、はい、昨日それをね、はい感じ取って物足りないと、うん、私はまだまだ美味しいとこあるぞとそうどうせいじるならみたいなどうせいじるなら徹底的に私のことをいじってくれとそんな気持ちが湧いちゃったの、ね、そんな気持ちが湧いちゃったということは、はい、あなたはね昨日ね本当にもう ABC をまず辞めれたってことなんだそして昨日やっと心底あなたはもう社員じゃなくなったってことを自我で見ああそうです自我で認めたなるほどそしてあなたはやっぱり、はい、昨日本当に私は玉結びのパーソナリティなんだと、はい、この昼間の面白おかしいこの番組のパーソナリティなんだってことを昨日初めて家族といる社内で、うん、もう自分で認めきったってことです遅もう7年経ってるけど遅それがやっぱりそのねスピリッツがこうやっぱこう染み込んでるのにやっと自分で気がついたってことなんですよそうかだから俺はおめでとうとありがとうございます。だからね、多摩動物園ついて、はい、あの温室にね、うん、もうあのついてちょっと動物を見たりして、はい、あのそれから昆虫あの館に行こうと思ったら、うん、4時半で閉めますって言われてうわーって言ってあと5分だみたいな感じでとにかくあのそれまでベビーカーでゆっくり押して、はい、なんかあの子供もねチクチク暗夜でこう歩かしてたんですけど、はい、あと5分だって言われてもう坂道を抱えてとにかく館内に滑り込もうみたいなんで入って、うん、そこで見たその蝶のね、はい、ふわーって飛んでる姿、うん、真っ黄色とかね、うん、もう見たことないような形の羽の蝶がね、はいはい、ふわーって飛んでるんですよ、うん、それでまずね暑いのむわっと、うん、もう寒いからもうすごいねダウンとか来てるし、はいはい、走ってきて今てそしたらもうむわっと暑くて、うん、なんとも言えないねそして私の中の複雑な感情と相まって、うんはい、昨日ねもうなんかちょっとね別世界にいたね私いいですね、いいですね、はい。今の話聞いても、もう赤江さんも、いよいよこれ本当に、パーソナリティになりましたね。これもう昼間の日本一のパーソナリティに。いやいやいや、とんでもない、とんでもないですよ。だって、すべて話した話にさ、はい、もう脈略がないもんね。何が起こるかわからない、この話。最高ですよ。ごめんなさいね、本当に。本当それに、お昼間から付き合わせ てさあ、皆さん働きましょう。はい。今日も後半。はい。それでは今日の一曲目です。ザ・ブリリアント・グリーン、そのスピードで。それでは今日の一曲目はあるね赤井さん。やっぱりあるね。これ間違ってないじゃない。今日の一曲目はザ・ブリリアント・グリーンのそのスピードでしたっていう。いやそれもうあれですよ。次のページの台本読もうとしてたでしょ今。曲がなってんね。リスナーは分かんないけど俺目の前に台本あるから分かるよ。完全に次のページの読み出したも曲がなってんのに。あるね。あるね。作り出すね。あるね。さすが工場と呼ばれる女、工場長と。本当だよね。いやだって本当昨日聞きながらね、うん、違うだろうってね。あのなんであのなんでしたっけ ありましたよね。あの女の人議員さん。議員の人みたいに私も違うだろうと思ってね。でもそんなねもっとアホなことあったよなって思ってる自分の感情がすごいアホだなと思って。だっていよいよ今曲中に言ったもんね。曲中に我々スタッフに、うん、よしもう私は次戦で出すって言ったもんね。あるからそれでは赤江玉を玉結び今日のメニュー紹介です。1時35分頃からはニュース玉結び今日発売されるある写真集についての話題でございます。そして2時からはリスナーお助け調査企画竹山ガムテープ買ってきて今日は竹山さんどんな感じでしょうか。さあ今日は私も楽しみにしております。私も長年の謎が今日解けるのかと、はい、リスナーの皆さんもそうかもしれません、うん、替え歌もうこれいや、今から歌ったら分かります、うん、サルゴリラチンパンジーですよね。そう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 。これを歌われるようになった、うん、経緯を知りたいの調査報告で、うん、私がこの曲を作りましたという方がですねいやこれ大胆な発言ですよ、まあ、自分で言ってるんですよ、うん、自分で言ってるリスナーさん、はい、私が作ったんだと言ってる方が、はい、スタジオにいらっしゃいます
だからあの攻めるとかじゃなくて、うん、一緒に継承してみようと我々も分かんないし、そうですよね、うん、可能な限りやってみよう。でも誰かが作ったはずよ、ね、誰かが作んないとないんだから、うん、はい。そして3時からコラムニスト小田島隆さんによる週刊日本の空気、ポケベルのサービス終了や山手線の新しい駅高輪ゲートウェイなどなど気になる話題に関して3人でアーダコーダおしゃべりします。では今日のメッセージテーマ参りましょう。玉結びではオープニングで話した内容からいつもなんとなくテーマを決めておりますが、それでは竹山さんメッセージテーマお願いします。参りましょう。今日のメッセージテーマはおめでとうと言ってあげたいこんなテーマになりましたか、はい、今日はね。いっぱいあるよね。自分におめでとうでもいい、自分で自分におめでとうでもいいし、うんうん、人にでもいいし、うん、あれでもいいのかな、うん、おめでとうっていう言い方ってちょっと小バカにした言い方もあったりするじゃない。あ、そうね。だからいろんなトーンがあっていいよね、うん、本当のおめでとうでもいいし、あ、おめでとう、あ、おめでとうでもいいと、うん、あ、いいですね。そういういろんな感情がありますね。自分に言ってあげたい、人に言ってあげたい、世間に言ってあげたい、うん、何でもいいです、おめでとうと言ってあげたい。フィギュアの紀平梨花さん、そうですよ、またすごい選手が現れましたよ。あれはさ、赤井さん、うん、個人的に聞きたいけどさ、はい、今年の、オリンピックあったじゃない、はい、オリンピックピョンチャン、うん、ピョンチャンの時からもう赤井さん知ってた、うん、あの子。いやー申し訳ない、知らないよね、うん、でもフィギュアに詳しい人たちはきっと知ってたはずでしょ。まあそうですね、ジュニアから強い子がいるというのは分かってたけれども、そうだよ、ね、どんどん出てきてますからね。だから俺も知らなかったんだけどさ、うん、今年よピョンチャンって、そうで、この年末にさ、うん、ザキとアヌク子が出てきてるんだよ。そうすごくね、すごいですよね、ほんとね。まだまだって今日朝のビビッと言ったけど、うん、ロシアかなんかにはさ4回転回るジュニアいるらしいよ。そうなのよ、ね、そうなのすごいの、ワンサカいるよこれ。そうそう、だってもうあのフィギュアのね選手が出ていくとき、うん、コーチとね、これちょっとこうなんかあれだってね、そう、行ってらっしゃいって送る。そうそう、あれでね、私あれの時にもう今最近泣けてしょうがないんですよ。なんだろうね、老化よ、老化よね、老化、俺もすぐ泣くも老化よそれは累戦がね廊下でバカになってるんだから俺たちはすぐ泣くのよそうですね、ということで今日のメッセージテーマ、おめでとうと言ってあげたい、はい、皆さんのメッセージお待ちしています。メールアドレスはたま954@tbs.co.jp、たまはアルファベットで TAMA、 ファックスは0355620954 0355620954 でメッセージにはおところ、お名前、お電話番号を忘れなく。紹介させていただいた方全員に曜日ごとに色が違う番組ステッカーをプレゼント。月曜日は赤でございます。全曜日のステッカー5種類すべて集めていただきますと番組ノベルティ玉入れと交換可能です。それでは TBS ラジオ赤江玉を玉結び、午後3時半までお付き合いください。 TBS ラジオ玉結び、玉結び。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。今日はジャパネット高田小野村さんにお願いしましょう。小野村さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いやー、加江さん、竹山さん、寒くなりましたけれども、まあちょっと12月らしいといえば12月らしいんですが、はい、この寒さの中でですね、今日の商品、ぜひ夜お休みになるときに、うん、もうあったかく、あったかくお休みいただける。うん、電気毛布をご紹介させていただきます。おお、もうそんな時期ですね、はい、うん、で実際にあの電気毛布自体はですね、はい、まあ、何かしらの形で使ってる方も多くはいらっしゃると思うんですが、はい、一般的にいかがですか、電気毛布のイメージってちょっと硬いイメージありますよ。そうですよね、うん、あと電熱線のなんかデコボコもありますので、はい、割と私もシーツの下に敷いたりとかですね、うん、なんかそんな感じのイメージがあったんですけど、はい、今日はですね、ちょっとこの電気毛布の中でもとっておきの商品で、ヤマゼンが出しました、その名もふんわりあったか電気毛布、こちらをご紹介させていただきます、はい、文字通りあったかいのはもちろん電気毛布だからあったかいんですけど、うん、ふんわりとした電気毛布でございまして、うん、ボリュームがものすごい毛布なんですが、はい、ちょっとですね、これはどんなものなのか見ていただきたいということで、うん、写真をお送りさせていただいてるんですけれども、はい、一般的なちょっと電気毛布との比較写真が、薄手の方はまあこれよく見る形だと思うんですが、うんうん、畳むとペターンとしちゃいますね。ペターンになりますよね、はい、大体ボリュームで言ったら今回のあったか電気毛布はその左隣に掲載してるタイプになりますんで、厚さ2倍、全然違う。そうなんですよ、うん、ふわふわ、本当にふわふわ、これ電気毛布ですか。電気毛布でこのボリュームなんですよ。へー、
だから実際に中にもちろんこれ電気毛布なので、うん、電熱線は入ってるんですけども、うん、普通に使っていただいたらほとんどそれ感じないんです。でしょうね。ちょっと今までのイメージの電気毛布と違いますね。そうなんですよ。なんかよくこういったフランネル素材の、はい、いわゆるふわふわのすっごくいい高級な毛布ってあるじゃないですか、うんうん、それを普通にかけておいていただいて、うん、あ今日えらい寒いなと思ったら電気を入れて電気毛布になる。本当にそれぐらいの勢いで使っていただけるような商品なんですね。これ本当に、まあ、でしかもこのボリュームとその表面のフランネル生地によってもうとにかく肌触りがしっとりサラサラで、うん、めちゃくちゃ気持ちいいんです、うん、だからもうこれかけておいてもらったら、うん、本当に快適にお休みいただくことができるんですが、うん、ただですね、まあ、もちろんこの商品はまずこのボリューム感そしてその電熱線を感じさせない、ここポイントなんですけども、うん、どうでした竹山さん、電気毛布って一晩中ずっと使っていたらちょっと暑すぎたりとかってイメージあります。夜中になりますよね。はい、あります。実はですね、お休みタイマーお休みモードってのがついてまして、うん、これまず最初に例えば夜、そうですね、10時に布団に入るとするじゃないですか、はい、寝入るまでの12時までの2時間はちゃんと電気が入って温めてくれます、うん、ただその後、まあ、夜の12時から明け方4時までは、うん、電源が自動でオフになるんですね。まあ、中は温まってますので、しばらくそのままぐっすりお休みいただいて、うん、でもそのままだと起きるとき寒いんですよ。寒い。だから今度はその4時から6時、明け方の2時間、また電源が入って温まって、あったかい状態で目覚めてもらうことができる。賢いね。そこまでしてくれるんですか。そうなんです。質感の良さに加えて、こういった性能もしっかりこだわったのが、このふんわりあったか電気毛布なんですが、さすがにこういう性能とそして質感になったらもちろん値段もそれなりにします。そうですね、うん、これシングルサイズがじゃあいくらでいけるか、お値段を14,980円、うん、15,000円なんとか切ってご案内をするんですが、いいですね、はい、これをですね、実はこれ1月20日までちょっと長丁場なんですけど、今だけキャンペーンで、うん、あと5000円安くしてます。おで、なんと今なら9,980円、うん、これに消費税送料で、うん、これで9,980円でもうボリュームもすごい、とにかくサラサラ心地よくて、うん、そしてこのお休みのタイマーによってお休みモードによって快適にお目覚めいただくことができる、うん、これ9,980円は最後にこれコントローラー外してもらったら洗濯機でネットに入れたら丸洗いできますので、衛生的に使い続けてもらうことができます、はい、でお届けも急がせていただきますので、うん、よろしければこの機会にご検討いただいて、さあフリーダイヤルは0120-441-555 0120-441-555 お待ちしております。はい、小野村さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、電気毛布も進化してますね。そうね、丸洗いできたら来年も使えるしね、うん、ね、そうですね、うん、もう雪国なんかしっかり雪が降ってきてる季節ですから、こういう電気毛布であったかくしてお休みいただきたいですね。かぶれる電気毛布ってすごいね、うん、ヤマゼン洗えるふんわりあったか電気毛布シングルは値引き期間終了後価格 14,980 円、消費税送料別ですが今回は特別価格9,980 円、消費税送料は別です。ぜひお電話ください。お申し込みはフリーダイヤル0120-441-555 番 0120-441-555 番、おかけ間違いにご注意ください。ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間でした。 TBS ラジオ玉結び、 TBS ラジオ赤江玉を玉結び、 FM905 AM954 で放送中です。月曜パートナーカンニング竹山さんとお送りしています。はい、今日はね、おめでとうと言ってあげたいというメッセージテーマになりましたが、うん、山武市の青い風さん、54歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。初メールですと。ありがとうございます。まずね、ありがとうございます、うん、今日は主人のボーナスの日今回初めて100万円の大台を超えましたへえ、おめでとう旦那ちゃん、おめでとう私。あら、おめでとう今年から次男も就職し、子供にかかるお金はなくなりました。さて何に使おうかなという、あららららら、
これは多い風さん、嬉しい。ボーナスは何ヶ月分ぐらいかな、1ヶ月分丸々ぐらい、2ヶ月もらえるの。いや、会社によります。100万円もらえるってことは、うん、元の給料もいいかもしれないけど、うん、すごいよね、うん、儲かったんだね。すごい、やっぱ3桁に乗るっていうのはすごい嬉しい、ね、うわーよかったね、いいね、いいですね。何するんだろう ね、 こう懐が暖かいとね、この冬のね寒さもあんまり気にならないっていう、あと優しくなれるから人間ってね不思議なもんで、そう、これが入ってると優しくなるんだおめでとうございます。こんな感じでメッセージお待ちしています。メールアドレスは tama954@tbs.co.jp、 ファックスは 0355620954 です。 Here's the news you really didn't care for BQ And here's your cast Freedom of the Press 954 News Tama Musubi。 こんにちは、キャスターの赤江珠穂です。この時間はニュースたまむす B、 世の中のニュースをビッグな視点でバランスよく取り上げるコーナーです。月曜日のコメンテーターはこの方です。こんにちは、カンニング竹山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて竹山さん、はい、来年3月に KK ベストセラーズさんから書籍を出版予定と、現在制作進行中のようですね。そうですね、私こう見えても地味にですね4冊ぐらい本を出しておりました。おお、そんなに過去にですね、久々に私出版しようと、はい、本を出そうと思っております。来年3月に出版予定なんですけど、ちょっと玉結びでも以前お話いただきましたけど、ね、福島に行かれて、そうなんです、まだ仮タイトルなんですけども、福島のことなんて誰も知らねえじゃねえかよ、うん、笑える福島で遊ばないかっていう、ほう、そういう本をです、まあ、仮タイトルなんですけど KK ベストセラーズさんからいろいろ出そうとしてるんですけど、まだね、うん、取材がいっぱい残ってますんで、たびたび行かれてますからね。そうです、あんなとこもこんなとこも、ほうほうほう、あんな真面目なとこもこんなふざけたとこもいろいろ取材してね、思ったこととかね、うんうん、そういう絵も載せますし、うん、あと福島といえばこの人だろうっていうなかなかねお話聞けない、著名人の方とも対談してたりとか、まあいろんなことをやっておる。なるほどなるほど。3月に KK ベストセラーズから出る予定です、うん、ぜひ皆さん読んでみてください。わかりました、じゃあ楽しみにさせていただきます、はい、ではまずはこちらのニュースから。佐川女子の写真集発売。こちらも発売されております、うん、佐川急便で働く美しくて元気な女性社員が一冊の写真集となり本日発売されました。その名も佐川女子、うん、総勢55人の佐川女子たちの明るい笑顔や働く様子が収められているということで、ということで、ちょっと手元に写真がありますけれども、あらららら、本当に働いてるのこの人たち、佐川急便で、ね、かわいい。確かにね、綺麗で美しいですね。現在佐川急便でドライバーとして活躍している女性社員の数全国に3000人以上。うわ、そんなにいるの佐川さんって。いらっしゃるそうです、はい、で本社や営業所でカスタマーサポートなどの仕事に携わっている人を含めると、あ、そうか、およそ1万3000人の女性社員が活躍している。女性多いんだね佐川さん。職場だということで、そんな佐川女子たちの魅力的な瞬間を切り取ってまとめられたのが今回の写真集、うん、以前ね、佐川男子なんていうのも話題になりましたね。あった、売れたね、かっこいいお兄ちゃんたち、うん、はい。写真集は佐川女子のテーマの一つはギャップということで、うん、働く女性の美しい姿の他に魅力的な彼女たちの瞬間を切り取ったそうということで、撮影もこれまで数多くの美女を撮り続けてきたグラビア写真界の第一人者渡辺達夫氏らが担当されている。プロが、はい、すごいね。だからあの今ちょっと上下で写真並べてますけれども、うん、佐川急便さんのユニフォームを着て働いてる時の姿と、うんうん、ちょっと違うこうドレスっぽい服とかで、また違うメイクをして撮ってる姿と。そうだよね、うんうん、これ同一人物だそうです。普通にタレントさんが佐川急便さんのユニフォームを着てる写真を撮ったのかと思った、あまりにも綺麗すぎて。なかなかですよね。そうじゃないってことよね。佐川急便のユニフォーム着てるのが本職で、うん、でこうやってグラビアっていうか、うん、モデルさん風に撮ったのがこれちょっと本のために作ったってことだもんね。いいですね。かわいいな。やっぱギャップっていうのは大事ですか竹山さん。いやギャップは大事ですよもう全てはギャップですから。あ、そう。そう。ギャップ、うん、全てはそうです。僕なんかもうギャップでいっぱい美味しい目に遭いましたからね。え、竹山さんの場合どういうギャップが終わりで。もう僕は今からだからテレビに出始めた頃は、はい、もう普通にプライベートで会った人にも、あ、こんにちはって言っただけで、あら、あの人挨拶できるのよってそうか、あのテレビの、ま、中ではね、怒って怒って怒ったから多分、うん、初めて俺に会った人はイタリキャラだから、うん、俺がね、うん、どけばか野郎って言うと思ってるのよ、うん、あ、なるほど。あ、こんにちはどうもって言うと、あら、挨拶できるのなあなたそのギャップいいですね。そうなんです。普通にしてるだけでね。キャバクラ行ってもね、うん、うるせえこの野郎、女のけこの野郎って言うところを、うん、あ、ごめんね、いいよ、座って座ってってキャバクラ嬢に言うだけで優しい。なるほど。そうなんです。
そっか、ギャップね。ギャップは大切ですよ。わかりました。はい。まあ分かってなかったね。いやいや、そんなにギャップやっていきます。興味がある。あとこの渡辺達夫さんのいいね。だって第一人者でしょこの人。この方に撮ってほしいわね。多分だってな、ね、プロのグラビアさんでもなかなか撮ってもらえなかったですよ。先生ですよね。そうですか。多分ね、いや、なかなかいい写真集になっておりますよ。うわ、またやる、クラビの先輩としてどう、まずクラビの先憂いた感じが出てていいわね。偶然一回やっただけだろうがよ。グラビア、はい。さあ続いてはこちらのニュースです。あなたの好きな本のタイトルは、ほぼ2018年ん違う、ほぼ2018年に出版された書籍から、うん、最も秀逸なタイトルを選ぶ第11回日本タイトルだけ大賞の選考会が12月9日に開催され、大賞受賞作が決定いたしました。タイトルだけ、ええ、うん、これはですね、思わず笑ってしまうユーモアあふれるタイトルから、なるほどとうなってしまうタイトルまで、バラエティあふれる書籍タイトルがノミネートに並ぶこの日本タイトルだけ大賞、国内での出版書籍のタイトルのみのコピー、美しさ、うん、面白さで内容の優劣は一切問わないというのが判断基準です。ああ、面白いね、うん、本の内容じゃないんだ。はい、うん、で第11回となる今回の大賞に選ばれたのは、砂漠の空から冷凍チキンというのが選ばれました、うん、どんな本なんだろうって気になるけど、うん、気になるこういう面白さが賞にノミネートというか賞を取れるのね。そう、ちなみにね、これ内容を言いますと本当はね、うん、関係ないんだけど、はい、22年前に目の前で射殺された少女とよく似た娘を救うためイラクに飛んだ元アメリカ兵とイギリス人記者、黒装束の男たちに囚われられた彼らを助けたのはっていう、なかなか重めの本なんですけれど、はい、うん、タイトルが、ユニークであるということで今回選ばれました、ね、なんでこんなタイトルにしたんだろうね。ねえ、うん、今までもですね、いろいろありまして、例えば第1回減ってると増えてる2回スラムダンク孫子、奥の細道オブザデッド月間演習率2月号、はあ、仕事と私どっちが大事なのって言ってくれる彼女も仕事もない、はあ、妻が椎茸だった頃なんていうタイトルが選ばれてます。へほ、タイトルだけで賞もらえるんだね、面白かったな。いやでもそれで言うと竹山さんも3月にね本を出されますけど、うん、タイトル大事よ、はい、今仮のタイトルでしょさっきの、まあ、まだそうですね。ねえ、これもっと練り直しましょう。あ、そう、ね、福島のことなんて誰も知らねえじゃねえかよ、笑える福島で遊ばないか、ね、うんうん、練り直した方がいい、ね、練り回しましょう練ります、練り回しましょう。ほう、赤いもちょっと練りましょうか、うん、いや、まあまあ一応聞くだけ聞くけど ね、あと編集者の話はですねねえ、そうですよ、タイトルって面白いね。第9回2016年パープル式部だって。あ、紫式部が ね、パープル式部ね、はこういう賞があるんですな。タイトルはでも考えるよ、今本当に編集者と何にしようかって考えてるけど、うん、本当にタイトルで変わるって言うからね、うん、どうしようかなって感じですよね今ね。赤井さん、何じゃ俺のにつけるんだったら、福島、ずっと俺は福島を旅したり、うん、人と出会ったり、うん、思ったこととか書いてあったり、写真がバーッとあったりする、テクテク福島ふくふくまあ、もう考えなくていい、考えなくていいもういいです。そうですか、わかりました。でこの後は宮崎瑠衣さんと皆川玲奈アナウンサーによるドライバーズリクエスト、今週のテーマはラーメン自慢の道の駅です。ニュース玉結びではまた明日。玉結び全日本トラック協会プレゼンツドライバーズリクエスト、こんにちは、宮崎瑠衣です。こんにちは、皆川玲奈です。この時間はドライバーの皆さんからのリクエストやドライブに役立つ情報をお届けしながら、快適で安全な運転を応援します。全日本トラック協会プレゼンツドライバーズリクエスト、この番組は緑ナンバーの全日本トラック協会の提供でお送りします。稲川さんって、はい、ラーメンはどんなのが好きですか？ラーメンですか、うん、ラーメンはね、あんまりこう癖がない豚骨、うん、あ、豚骨が好きなんだ、うん、今週はですね、はい、ラーメン自慢の道の駅、おー、ラーメンが美味しいとドライバーさんに人気の道の駅をご紹介します、はい、こう道の駅で食べるラーメンって美味しいんだよね。格別です ね、今日ご紹介するのはですね、はい、激うまスープのラーメンが食べられる道の駅、うん、青森県上北郡県道8号線沿いにある道の駅小川原湖です。
小川原湖ってこと、湖の近くですかね。道の駅小川原湖は、うん、東北地方最大の汽水湖、うん、小川原湖のすぐそばにある休憩施設なんです。はい、汽水湖は淡水と海水が混ざっている湖で、のシジミの生息地。へー。小川原湖は全国でも有数の大和シジミの産地として知られています。うん、だから道の駅自慢のラーメンはシジミラーメン。あ、いいですね。小川原湖産大和シジミで出汁を取った旨味たっぷりの塩ラーメンです。はあはあ、いいね。うん、小川原湖産大和シジミは、うん、一般的なシジミのL サイズに相当する大きさなんですって。L サイズ。そう、一番小さいものでも、うん、殻の長さが 1.5 センチあると、うん、で具にもたくさん入っているので、はい、初めて注文した人は、うん、シジミが大きいとシジミの味が濃いとびっくりするそうです。そうか、シジミのね、濃厚な出汁が効いてるんだ。あ、このちょっと半透明のスープなんです ね。そうそうそう、なんかいい出汁が出てそうな色だね。人気のラーメンなので、はい、スープがなくなり次第その日の販売は終了。そんな時は平日5食、うん、土日祝日10食限定、うん、3L サイズの特大シジミを使った特選シジミラーメンを食べるのもおすすめです。どんな大きいの。なんかね、 3L っていうと、うんうん、もうなんならアサリくらいの大きさみたいです大きいよね。大きすぎるほんとそれは限定ですね。そしてデザートのおすすめもありますよ、はい、名物のしじみソフト。お、ここにもしじみ。バニラソフトに乾燥しじみのパウダーを練り込んだ、うん、ほんのり甘じょっぱいソフトクリームで、こちらも大人気なんですって。しじみの味するんですかね。ねえ、面白いよ ね。そしてお土産のおすすめももちろんしじみです。はい、およ、新鮮な小川原湖産大和しじみを買って帰ることができると。買うこともできる、うん、今日は青森県の道の駅小川原湖をご紹介しました。ではここで一曲お送りします。クラシックカーの博物館に行ってきました。芸術品のような名車にため息の連続でした。 TBS ラジオ954FM905AM954 で放送中、 TBS ラジオ赤江玉を玉結び、月曜パートナーカンニング竹山さんとお送りしております。はい、今日のメッセージテーマはおめでとうと言ってあげたいでございますが、うん、練馬区三好さん40歳女性の方からいただきました。はいはい、赤江さん竹山さんこんにちは。こんにちは。おめでとうと言いたいのは、うん、おばです。おばさん、うん、74歳11ヶ月で LINE デビューしました。はー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 、よくできましたね。うん、文章を書いたり写真を送信するのはメールと変わりませんが、うん、スタンプをこと細かく送信できるようになったのは、あららら、私を含む名たちよりも達人です。はーはーはー、そのおばにおめでとうって言いたいです。あらー、おばさんおめでとうございます。ちょっと赤いをやってないだけにちょっと悔しいわ。おめでとうって言いづらいわ。もうこのおば様は多分あれですよ、はい、もう無駄にいっぱい LINE スタンプ送ってきますよ。あ、覚えたてのね、LINE を覚えたての大人はね、うん、無駄に送りますからね。やりました。初めやっぱりね、初めスタンプっていうのを覚えた時にやりましたし、うん、僕の知り合いのもっと上の人たちとかも、うん、バンバン送ってきますね。そうですか、うん、いやでもいいですね。おいくつになられてもね、新しいことどんどん入れていくっていうのは。LINE 覚えた方がいい。でも安いからね。あ、そうか。安い、ただだからね。ちゃんとやろうかな。私もなんか一回だから変に一斉送信したことがトラウマになっていて、竹山さんにも送っちゃいましたもんね。なんか昔ありましたね。一瞬だけ答えが LINE にデビューし、そしてすぐに退会していくっていう謎の行動、20分で退会していくっていうことをやってしまいましたから。堅くなり LINE をやらないのはもう赤江さんと有吉だけ、俺の周りだと。あ、本当ですか。堅くなりやらない。そうか、有吉さん、うん、いつかね、語り合ってみたいな。福井県はジョーカーマーチさん40歳男性の方からいただきました。私は妻におめでとうと言いたいです。妻は10年来の嵐ファンなのですが、うん、今までライブのチケットが取れず、はあはあ、常にブルーレイや DVD ワイドショーでライブの様子を見るだけで我慢していました。うんうん、先日より結成20周年記念のドームツアーが始まりましたが、うん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 、ついに妻のもとへそのライブのプラチナチケットが届くこととなったのです。来週名古屋に行くそうで、はあ、私は留守を預かり妻と友人でライブへ行くそうです。本当におめでとう。あら、おめでとう。一途に応援してきてよかったね。でも私を誘うという選択肢はなかったのです。チケットがないんじゃないの。1枚ぐらいしか当たってない。いやだから妻と友人で2人で行くか。妻と友人か、2人が当たったのか。いやもうそこはなかったんじゃないかな、選択肢には。よかったね、一緒に応援してきた ね、
ご友人がいらっしゃるんでしょう。ねえ。ねえ。まあ、それはでも、ご友人と行った方が楽しいですよ。そうか。そう、やっぱ、うちわとか作って。うん、そうそうそう、テンション上がって行った方がね。やっぱり、嵐さんのツアーとか取れないんですね。やっぱそうだろうね。すごいね。20年周年記念で。そうね。はあ。俺たちはほら、仕事で会ったりさ、うんうん、なんか下手したらほら、飲んでるとこで会ったりして、うん、おおとか言ってさ、うん、一緒にわーってやったりするけどさ、うん、やっぱりたまんないだろうね。ねえ、ね。そうですね。楽しみでしょうね、今からね。うん、さあこちら相模原市はフットモンチーさん40代男性の方、あごめんフットモンキーさんですね、うん、40代男性の方、娘が描いた絵が市の展示に選ばれました。ほう。モデルは私。あら。今年の夏休み中に制作していたんですが、うん、私は上半身裸で椅子に座っていただけでした。うん、先日家族で展示されている場所に見に行ったところ、はい、タイトルはウサギと角。あら、すごいねタイトル。うん、胸から首までがおそらく人間の私を参考にした模様。うん、顔はウサギで角が生えていました。でもとてもよく描けていたから、うん、おめでとうと言ってあげます。いや、おめでとうだね。またセンスが、アートのセンスがすごいね。ウサギと角。へえ。それをお父さんをモデルに。ねえ。すごいね。すごいね。才能がすごいよ、それは。なんか本当ですね。発想が面白いですね。それを家族でみんなでこう見に行くというのはまたいいね。幸せですよね、それ。ね、そういう瞬間。うん、いいですな。後に家に帰ってきて、これは私の。言うんだろうね。自画像。友達とかに言うんだろうね。ね、これね、娘書いてくれた。ふさぎとつの。はあ、いいセンスだ。へえ。今日のメッセージテーマ、おめでとうと言ってあげたいということで、いろいろいただいております。メールアドレス、tama954@tbs.co.jp。tama954@tbs.co.jp でお待ちしています。時刻は午後2時になりました。 TBS ラジオ赤い玉を玉結び。この時間は各曜日日替わり企画、月曜日はこちらです。竹山ガムテープ買ってきて。さあ今週も始めましょう。竹山ガムテープ買ってきて、通称竹ガムと皆さんに呼ばれております。はい。リスナーの皆様から寄せられた調査依頼に対しまして、月曜玉結びのスタッフと優秀なるリスナーの皆様が総力を挙げて何とかしますよというコーナーでございます。そうでございます。さあ今日は私も楽しみにしております。調査報告できるんですね。これ長年の私も疑問でしたから、とうとうこれ調査報告できるということで、はい、これ日本中が注目してんじゃないかと思うぐらいのことですよ。でも本当にみんなこれ考えたことあるもん。まあ、確かにみんな一度は歌ったことがあるという、そう、記憶にある曲ですもんね。そうなんですよ。そしてこれをみんな一度は考えたことあるという調査の報告いたします。はい、ではどんな内容だったのか、加谷さん改めてよろしくお願いいたします。はい。つぶまりこさん、女性の方からいただいたご依頼でした。はいはい。たまちゃん、竹山さん、こんにちは。この度はぜひ調べてほしいことがありメールしました。戦場にかける橋という昔の古い映画のテーマ音楽で、クワイガワマーチという曲があります。かなり有名なので皆さん耳にしたことがあると思うのですが、この曲の頭の部分を猿、ゴリラ、チンパンジーと替え歌にしているフレーズをよく耳にします。ネット検索で猿、ゴリラと打ち込みますと、チンパンジーと出てきたりします。、うん、ですからまさかこれを最初に作って歌ったのが僕だと言われましても、いやいやそれはないでしょうと思っちゃいますよね。ところが我が夫はこの猿、ゴリラ、チンパンジーは自分が小学生の頃、放課後の校庭で親友といろんな替え歌をふざけながら適当に口ずさみ、二人で作った中の一つだというのです。その時の光景はよく覚えているし、はっきりと作った過程も覚えていると言い張ります。夫は昭和36年生まれの57歳、小学校は浦和だそうです。たまちゃん、竹山さん、もしこれが全くの間違いだと明らかになっても、本人の勘違い、思い込みであっても、決してホラーや偽証ではないと思ってあげてください。夢を壊すことになるかもしれませんが、本人が自信を持っておりますので、といただいておりました。はい。このメールをいただいたというか、これの歌ですね。うん、ジーサルゴリラチンパンジー、ずっと私もね歌ってましたよ、小学校の頃から。口ずさんじゃう替え歌ですね。はい。
で、このメールをつんまりこさんからいただきましたとき、正直な感想は、いや、いや、それいっぱいいるよ、日本中で、とか言ってたんですけども、はい、その、私が考えたという旦那さんの生年月日とか、うん、僕らが歌い出した年とか、うん、どこに住んでらっしゃるかとか、うん、考えたときに、うん、もしかしたら、うん、確かにその年代だったら、全く否定できないっていう感じになりましたもんね。全く否定できないですよ、これ。もしかしたらそうかもしれないなっていうふうに、なったわけですよね、はい、うん、自分が小学生の頃、放課後の校庭で親友といろんな替え歌をふざけながら適当に口ずさみ二人で作った中の一つだと、旦那さんは言ってらっしゃると、はい、ちょっと待って、これはもしかしたら調べてみなきゃいけないと、いうことになりまして、よし、じゃあやるだけやってみようということになった依頼でございます。もしそうだったら、これ世紀の大発見にはなりますよ。なりますね。はい。それがなんか近づいたとしてもね、うん、その疑問がわかりますから、うん、誰が果たして作ったのかということで。はい、さあ、ということでですね、今日は実はスタジオに依頼者のつぶまりこさんと、そしてこの歌の替え歌を考えたとおっしゃっている旦那さんにスタジオにお越しいただきました。ようこそ、よく来ていただきました。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。ご夫婦で来てくださってすいません、平日にそれも月曜に申し訳ございません。あ、ちょっともう素敵なご夫婦です。なんかおしゃれな旦那様も奥様も、ダンサージャケットとネクタイ姿で、そうですね、本当におしゃれなマフラー巻いてらっしゃって、品のあるご夫妻で、大人のご夫妻でございます。つぶまりこさんとつぶまりこさんの旦那さんでございます。ではですね、お二人に改めて確認いたします、うん、はい、はじめから担当直入に確認いたしますが、猿、ゴリラ、チンパンジーのこの替え歌は旦那さんが考えたんでしょうか。私の中では、はい、もう明確な記憶があるんですよ。やっぱりこれじゃメールの通りですね。ですか。小学校 2年、まあ、2年生か3年生、ね、2年生か3年生ですね。もうね、その人を見かけでってね、話しちゃいけないって言いますけれども、はい、旦那さんがものすごくちゃんとされた、スーツ着てらっしゃって、ね、そして仕事ができそうな方なの で、 で、ね、これ生地嘘じゃない気がすごくすしてきますね、確かに。旦那様は今57歳ですんで、小学校2年か3年というと、はい、おそらく昭和44年か45年どちらかになるんですね。なるほど、なるほど。はい。だからこれ考えると、もしかしたらそうかもと思って思うわけですよね。もう50年近く前。あ、そうですよね。しかもその旦那様のご記憶では、お一人じゃなくて親友の方と。そう、二人で作った記憶があるんですね。関東ですよね。そう、浦和ですね。浦和ですよね。で、僕ちょうど今昭和46年生まれなんですよ。ほんで、10歳ぐらいの時小学生で、福岡の小学生で歌ってたんで、多分昭和44年とか45年、僕が生まれる1年前に旦那さんが考えたとすると、その10年後とかに、うん、九州とかまで噂が伝わったって、これ悪よってなるんですよ。そうそうそう、ありますね。はい、うん、親友の方とお作りだったんですよね。まあ、ちょっとあのハガキはちょっと違った、はい、もう20年ぐらい会ってないんですけど、はいはい、一緒に、まあ、鉄夫、あ、名前、鉄夫さんっていう方、鉄夫さんってしまいました。はい、鉄夫さんと、はい、はあ、さあ、これをですね、検証していきたいんですけども、未来をくれました奥様のつぶまりこさんは、この話、旦那様からいつ頃お話を聞いたんでしょう。あ、聞いたのは2、3ヶ月前ですかね、うんうん、はい、最近なんですね。初め聞いた時、奥さんどう思いました。あ、もちろん疑心暗鬼でした。いや、あの、実は何年か前に1回行ってるんですけど、はい、その時は軽くスルーされて、まさかと思って多分流したんだと思うんですけど、はいはいはい、で、あの、2回、まあ、その2、3ヶ月前聞いた時には、はいはい、あ、まあ、いやーって思いましたけども、はい、なんかこういろいろシチュエーションもあの大変詳しく話してくれますし、はいはい、まあ、嘘っぽくないって言いますかね、まあ、信じようかなみたいな、なんかね、気持ちになり、すごく信念を持っておっしゃってる感じがありますからね。あの、つぶまりこさん、こういうことを聞くと大変あの初対面で失礼なんですけども、はいはい、これまでに、はい、旦那様から嘘をつかれたことはありません。いや、意外とユーモアが好きで、そうそうそう、私しょっちゅう騙されたんですよ、話を盛るタイプとか、そういう意味あではない、ないですね。あ、そういう方ではない。あの、なんていうんですか、ふざけて騙されたみたいなことですか、うん、はいはい、うん、ないですね。ないと思います。はい、実直な誠実な方ですね。信じてます。なるほど。さあ、ますますこれはちょっと期待が高まりますけども、はい、それではここから調査報告に参りましょう。担当は竹上調査員の佐藤健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、まあ、昭和44年45年というと、まあ、約50年前なんですけど、はい、改めてどんなシチュエーションだったんですか。ですね、まあ、校庭で、まあ、哲夫と二人で、うん、はい、まあ、何してたか、ただ遊んでたんですけどね、はい、最初は
まあ、猿、ゴリラ、猿、ゴリラって、ただ意味もなく言ってたんですよ。はい、子供って猿とかゴリラとか、うんちとか、好きですね、大好きじゃないですか。はいはい、で、そうやって猿、ゴリラって言ってるうちに、そのクワイガーのマーチの最初の部分に猿、ゴリラっていうのを当てはめると、いいなっていう感じになって、それでもまだ猿、ゴリラ、猿、ゴリラっていう感じで、ずっとそればっかり歌ってたんですね。意識だけ。ただ、ある瞬間に、まあ、これ悔しいけど、哲夫の方が、なんかチンパンジーっていう言葉を出してきて、はい、で、それがピタッとハマるなっていう、もうこのスパンとハマった感じが、忘れられないっていう感じです、ね。気持ちいいですもんね、これ。チンパンジー綺麗にハマりますもんね。あのハマり方やっぱりね、忘れられないですね。うん、この記憶は、いや、これそうじゃないの。しかも哲夫が引き出してきた、ね、そこで、友達としてはそれは衝撃を受けたっていうのは、分からなくもないですよ。あれ、赤井さんね、はい、そのお仕事できそうだとおっしゃったじゃないですか、はい、お仕事は何されてるかちょっと。あ、いや、弁護士をやってます。はぁ、弁護士ですよ。弁護士の先生なんですか。なるほど、ね、偽証罪って、いやいや、そうだよ、ね、嘘つく仕事じゃないもんだ。偽証罪が成立するのは国会だけだから、うん、か偽証罪ってのは国会だけですか。あ、いやいや、そうですね、証言ですからね、はいはい、ここで何言っても偽証罪ではないです、ね、あ、そうですか。だからってでもね、弁護士の先生は基本的に嘘ついちゃいけないじゃないですか。あら、弁護士さんでいらっしゃいましたか。そうなんですよ、ちょっと驚きました。話が本当理路整然としてるので、そうですね。はい、じゃあ行きましょうか。あ、すごいな、今回の調査には17人のリスナーから情報が届きました、はいはい、まずはですね、ちょっと1枚このメールを、旦那さん急ですけれど、ちょっと旦那さんじゃあ読んでください。旦那さんお願いします、はい、最初から、はいはい、玉尾さん、竹山さん、こんにちは。こんにちは。明るく愉快な話、楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。さて先日、猿、ゴリラ、チンパンジーのお話がありました、うん、あれ、まさかこの話と思ったら、やはりこの歌詞を作ったと言い張るつぶまりこさんの旦那さんは、あ、私の兄でした。妹なんですか。はい、妹さんいらっしゃいますね。います、はい、せっかくなので私の思い出も聞いてください、うん、私は3人兄弟で、うん、兄と私は12歳離れているのですが、はい、私が小学校の時、学校で友達がこの歌を歌っているのを聞き、これは面白い歌だと思って、家で猿、ゴリラ、チンパンジーと歌っていたところ、それを聞いた兄が、これ僕が作ったんだけどなと言いました。、そうなのと嬉しくて、次の日私はすぐに学校で、これお兄ちゃんが作ったんだよとみんなに伝えたのですが、うん、みんなは大爆笑するばかり。結局誰にも信じてもらうことができず、子供心にとても残念だったのを覚えています。我が家は市内で引っ越しをしていますので、同じ浦和ではありませんが、私と兄は違う小学校でした、うん、そして少なくとも兄はその頃にはすでに自分が作者だと主張していたことになります、はい、兄が作ったと妹も信じ続けてきたこの歌の真実をぜひ私も知りたいです、はい、チンパンジーの妹より。意外や意外、お兄さんチンパンジーだったんですよ。心配しちゃった。意外や意外、妹さんが玉結びのリスナーさんだったの、びっくりしました。これも奥さんびっくりされたでしょうね、兄以外に言ってる、あ、兄かみたいな。そうですね。これは旦那さん間違いなく12歳離れてる妹さんがいらっしゃるわけですね。あ、います、はい、裏から引っ越したってのはこういうのも全部合ってるわけですね。はい、あ、同じ裏ではありますが、うう会話をしたのも覚えてます。いや、私は覚えてないですけどね。いや、でもじゃあ間違いなく、ええ、お子さんのその時からおっしゃってたというのは、うん、妹さんが証言してくれてますよね。はぁ、昨日あの妹さんと電話でお話をしまして、はいはい、どんなお兄さんですかと聞いてみたところ、はい、面白い人ですよ、はい、はにかみ屋で好奇心旺盛、はい、そして嘘をつくような人ではない。ここ重要ですよね、やっぱりね。そうですね、うん、そうなのかな、裏から始まったのかな、この歌、はい、かもしれないですが、うん、今回ですね、リスナーの方からうちの地域ではこんな替え歌だったよというのがメール届いておりますので、じゃあ竹山さんから2枚続けてお願いします。はい、参りましょう。西東京市42歳男性で、デシンセイさんでございます、はい、僕が小学生の頃は猿、ゴリラ、チンパンジーを、ばば、
猪木キラー感が来ました。これは多分サルゴラチンパンジーがあった後ですね。そうですね。そうですね。もう一通、富士見野市、ひよたまさん53歳男性でございます。初投稿です。ありがとうございます。ありがとうございます。私が小学校に入学した昭和47年、うん、当時6年生だった妹が、理科、国語算数と歌っていました。これを聞いて私が妹に、社会はないのと聞いた覚えがあります、うん、おそらくクラスで流行っていて家でも歌っていたんだと思いますと。そうか、いろいろ派生系があるんですね、うん、さらにこちら葛飾区の30歳女性、ラジオネーム2さん。猿、ゴリラ、チンパンジーについて調査内容とは違いますが、歌詞について私が知っているものは少し違ったので送ります、はい、というわけでこちら音声が届いておりますのでお聞きください。猿、ゴリラ、チンパンジー、猿、ゴリラ、チンパンジー、猿、私、猿、どちらかというと猿、猿、ゴリラ、チンパンジー、猿、ゴリラ、チンパンジー、猿、君も猿、いやむしろゴリラだね。あーできてるね、完成度高いですね。これできてるね、よくできてますが、これあれですよね、旦那さん、そのお友達と哲夫さんと作られた時は、はい、永遠にサルゴリラチンパンジー、サルゴリラチンパンジーという歌詞ですね。しかも最初の部分フレーズだけを繰り返す感じでしたね、はい、そうですよね。だからこれはやっぱり進化系というか派生系というか、う、ね、ちょっとここまで進化してる曲はどうですか、はい、ここにいや、よく育ったなという海の親です。30歳の女性ですから、通さんは。だからちょうど10歳で考えたら20年前と。そうですね。ね、旦那さんが作られて30年ぐらい経った後に、これぐり進化した可能性があるということですよ。面白い、はい、で今回ですね、国会図書館で過去の新聞雑誌でこの猿、ゴリラ、チンパンジーの起源について調べたんですが、はい、そんな記事はどこにもなく、うん、唯一1987年6月12日の朝日新聞朝刊、はい、こちらに遊び塾というコーナーがありまして、こんな記述がありました、うん、はい、猿、ゴリラ、チンパンジーってみんなで歌っていたんだよね、うん、教室で、うん、外で、でも怒られた、下品な歌、歌うなって、こんなやりとりぐらいが載ってるぐらいだったんですけれど、旦那さん、当時先生や親に怒られた記憶とかはどうですか？いや、怒られた記憶、むしろ喜んでもらった記憶なんですけどね。そうですよね。そんなに。だって下品じゃないもん、ね、全然。よく当てはめたなって感じですもんね。うん、で、過去の新聞雑誌に載っていないとなると、うん、リスナーの皆さんの記憶に頼るしかないわけですが、はいはい、赤井さん、ではこのメールを2枚続けてお願いします。こちらリンダさんからいただきました。私は依頼者さんの旦那さんの一個下、昭和37年生まれの56歳です、はいはい、神戸市の小学校に通っていましたが、小学5年生の頃クラスの男子が猿、エテコ、チンパンジーと歌っていました。ああ、関西ではお猿さんをエテコということがよくあります、うん、あの頃他にもいろいろな替え歌をよく口ずさんでいましたということで、関西でエテコでした。エテコっていうのはまあ猿ってよく通じますけれども、おかえさんは猿でもね、私は猿、ゴリラ、チンパンジーで歌ってましたけど、ね、なんか他にも、神戸とか大阪の方からは、うん、あの猿、エテコ、チンパンジーで、猿、ゴリラはちょっと聞いたことないな、はい、でもこれ考えると、旦那さんがこれをね、あの替え歌を作ったと考えると、ここから3、4年で関西まで急速に行ったってことになりますよね。だいたい計算するとね、一個下の方が小学校5年の時ですから、はい、その小学生の電波力たらみたいなのちょっとね、口コミだけしかないのに すごいですよね。そのすごい勢いで箱根の山を越えてるかとになりますよ、ね、はい、そして北海道小樽市の芝野八五郎さん、53歳女性の方からいただきました、はい、私の通っていた小学校では6年生の女子のみでクワイガワマーチでバトンダンスを踊るという妙な伝統芸がありまして、うん、練習の時などどこからともなく猿、ゴリラ、チンパンジーの歌が聞こえ、はい、退屈な練習の一服の清涼剤となっていました、うん、2個上の姉の時も練習の時の猿は
健在だったそうで、昭和40年代末には北海道に上陸していたと思われますと。約6年。すごいよ。約6年、はい、6年が7年ぐらい、うん、だってね、どこの、でもテレビとかラジオで流したわけじゃないの、ね。はいはいはい。口コミだけで。浦和から北上して北海道ですよ。で、これ北海道行ったという時は、はい、当時はね、あの、青函連絡船しかないですから。そうですね。誰かしらが青函連絡船で船に乗って行ったとか考えられない。あ、すごい。旦那さんが替え歌作ったのが44年か45年頃ですね。そうですね。5、6年で。はい、5、6年で。さあ、そして、はい、こんなメールも届いております。じゃあ、竹山さんからお願いします。なんかドキドキすんな、今日。参ります。国立市49歳男性、ルピアさんでございます。私の周りにも、猿、ゴリラ、チンパンジーの替え歌は自分が作ったと言っている人が、現れたいましたね。でも49歳だからね。小学生の時の担任の先生、年齢は現在60代半ばですが、やばいですね。年代で言うと、今から45年ほど前、大学のサークルのオーケストラに所属していた時、ボランティアで地元の小学校で演奏をする機会があり、NHK みんなの歌で流行っていた口笛吹いて、かっこボギー大佐を演奏することになったそうです、うん、その練習中に誰かが鼻歌で歌っていた2番のこの若い力という歌詞の力がチンパンジーに聞こえたのが始まりで、歌詞のさあは猿だねとなり、猿とチンパンジーが来たらゴリラがちょうど会うということになり、猿、ゴリラ、チンパンジーと歌っていたそうです。悪ふざけで本番の小学校で替え歌を披露したところ、うん、小学生にとても受けたが、保護者に怒られたと話していました、うん、ただあくまで私が聞いた話で、うん、資料などがあるわけでもないので、リスナーのご主人が作ったのかもしれません。あしからずということですね。時系列ちょっと考えてみますと、うん、年代的には旦那さんの方が古いです ね, ですね。そうだね、これは45年ほど前だから、うん、はい、田島先生、まあ、60代半ばですけれど、その方がそう大学時代なので、今から45年ほど前ということで、うん、旦那さんの方がちょっと古いですね。そうですね。だから、あとね、ちなみにですけど、このルピアさんの周りには、他にも2人ほど自称、サルゴリラチンパンジーの作者がいたそうです。友人の兄54歳の方と、近所の先輩52歳の方と。勝ってます。勝ってますよ。勝ってるんですよ。旦那さん57ですから。あと、エピソードがね、今ほら聞いてみると、エピソードがちょっと複雑なんですよ、うん、そうね。そうなるか、なるかこれっていうのはなんですよね。なるほど。そしてですね、はい、今回もこの方が丁寧に調査してくれましたので、はい、ちょっとじゃあ赤井さんからお願いします。はい、いつもありがとうございます。杉並区34歳女性、長州の女さんからいただきました。サル、ゴリラ、チンパンジーの替え歌の起源につきまして、少しばかり調査をさせていただきました、うん、まず替え歌の元となった原曲について、この曲ですね、クワイガーマーチ。これは依頼者さんのメールにもあった通り、1957年に公開された映画戦場に架ける橋のテーマ曲クワイガーマーチとして世界的に広く知られるようになった曲で、この曲自体には歌詞は存在しておらず、映画の中でもイギリス軍の捕虜たちが口笛を吹く形で演奏をされています。さらにこのクワイガーマーチについても原曲となる曲が存在しており、1914年にイギリス軍の軍楽隊の作曲家であるケネス・ジョセフ・アルフォードが作曲をしたボギー大佐、うん、あ、先ほどの曲ですね、はいはいはい、という行進曲が大元となっています。そしてこの曲は日本でも学校の運動会の行進曲として長年にわたって使用され続けてきたため、世代にかかわらず有名な曲となっていますが、特に子供たちの間で広く親しまれるようになったのは1963年にNHK の歌番組みんなの歌で放送された口笛吹いてがきっかけとされています。さあみんな一歩、これかさあという、今回の猿、ゴリラ、チンパンジーの替え歌が生まれたのもこの口笛吹いての放送以降とされており、その起源は著名人やテレビ CM などではなく、全国の子供たちの間で自然発生的に生まれていった遊びの一つだったようです。となるとやはり気になってくるのが今回の本題でもある一体誰がこの替え歌を作ったのかということについてなのですが、こちらについては残念ながら確証のある情報を得ることができませんでした。
しかしながら現時点でお伝えできることがあるとすれば、依頼者さんのご主人がこの替え歌の最初の作者の可能性もあるということです。というのも、依頼者さんのご主人がお生まれになったのは1961年とのことですので、その2年後の1963年に放送が開始された口笛吹いてという歌を幼少期に聞いて育った可能性は十分高いと思われます、うん、また実は今回の件に関してはインターネット上でも同じような疑問がいくつも検証されているのですが、私が調べた限り最も古くこの替え歌の存在が確認されているのは1971年であったため、依頼者さんのご主人が作成されたとされる1960年代後半という期間の方がタイミング的にも少し早いと言えそうなのです、はい、おー、ただしそのインターネット上の検証の中では、タイミング的には依頼者さんのご主人よりも遅いものの、自分が作者であると主張するような意見も複数存在しており今回の真相をすっきりと解明させるのはなかなか難しいなというのが正直な印象でした。もしかしたら今回の件に関しては発生源が特定の一箇所というわけではなく、口笛を吹いてを聞いた全国の子どもたちが偶発的に複数の場所でこの替え歌を生み出したという可能性もあるかもしれません。以上、環境的に一時情報を得ることが難しく、また替え歌という特殊なジャンルのためしっかりとした文献で調査をすることもできず、曖昧な部分が残るご報告となってしまい恐縮ですが、今回のご報告とさせていただきますという。いやいや、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、助かります、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いつも、うん、これでも複数いると言っても、うん、ね、旦那さんよりも遅いものの自分が作者であるという、うん、主張する人が複数いるだから、うん、はい、今のところやっぱり旦那様が、いや、これ旦那様だよ作ったの、これね、はい、まあ確かにそのメールにもありましたけれど、はい、まあ特定の一箇所とは言い切れないんですが、はい、多分同時的に発生して、うんうんうん、それが広まってきたであろうと思われるんですが、はい、うん、中でも、うん、この旦那さんが、うん、私も一番だと思うんですようん、うん、そうだね、これ、はい、あとほら、これを覆せない、私は。そうですね。裁判でも。こういうこと言うとね、その、弁護士の先生的には非常に違う意見かもしれませんけども、うん、やっぱりこう、社会的通念というか、うん、今こうやって検証したときに、うん、時代背景とかさ、時系列見ると、やっぱり旦那さんが一番古いわけじゃないですか、うん、なんとなくね。はいはい、うん、そしてその旦那さんがやっぱ、なんていうかな、その、私たちが信用する証拠として、うん、でも社会的に弁護士の先生だっていうところも。そうです、そうです。なんかちょっとありますね。嘘つかないでしょ、はい、先生とかあるから、うん。これ裁判でも勝てるような気がするんですよ。いや、でもそれで言うとね、はい、一番大事なポイントは、うん、やっぱ目撃情報の哲夫さん。そう、そうね。哲夫さん。そこを大事に、ね。二人で作ったんですもんね、そうね。出たんですもんね。でですね。まあ、覚えてない。哲夫さんと一緒に作ったということで、まあ、連絡を取られてないということでしたが、はい、今回ですね、私、その、親友の哲夫さんとコンタクトを取りまして、探した。はい。当時のお話を伺えないかと思いまして、はい、メールでやり取りをさせていただきましたので、はあはあ、こちら、メール返信が来ておりますので、じゃあ、赤井さんからお願いします。はい。里健様へ。ただいまメールを拝見いたしました。ご依頼の件に関しましては、ご期待に添えず申し訳ないのですが、どういうこと？すでに詳細な記憶がありません。また覚えていることに関しても、過去の事実と過去の記憶はグレープジュースとワインほどにも違うことを考え合わせるならば、これほどの時を経た後、個人的な記憶を改めて記すこと、ただただためらうばかりです。あえて書き連ねるなら以下のようです。当時の僕らは言葉遊びが大好きだった。野鳥が意識せずともさえずるように、替え歌作りは半ば習性のようなもので、春夏秋冬、次から次へという感じだった。友達同士、言葉をつなぎ合って、思いがけない新展開が生まれたりするたび、単純にキャッキャッと喜んでいたように思う。いいね、や、パクリや著作権といった言葉はまだ知らなかった頃なので、どこかよそで聞いたフレーズを混ぜ込んでいる可能性は確かにあるけれど、とにかく全くそういう記憶がない。というわけで、いやはや何ともお役に立てず申し訳ない。ただとにかく思い出すのは、
青空のようなクレイジーさだけは無限にあって、そんな真昼の中にいたな、それだけだったな、それだけは本物だったな、と思います。鉄を。あら、素敵。素敵なお手紙ですけど、メールですけども。でも、この文面を読ませていただくと、うん、はい、この文面のセンス、はい、はじめのグレープジュースとワインほどでも違うというところの表現とか、うんうんうん、これをね、旦那さん、この文面で考えると、哲、うん、夫さんの可能性がもうよりありますよね、旦那さんと哲夫さんが作った。そうですね。まあ、本人から想像できない素敵な文面でしたけどね。でも、そういうふうなセンスを持ち合わせた方ってことですね。いや、まあ、そうですね。うん。当時、言葉遊びはすごくしてましたからね。その言葉の語彙力というか、そのセンス。いや、この方がチンパンジーを生み出したと。そうですね。ここで私、確固たる証拠を揃えるのはなかなか難しい問題だとは思うんですよ。でも、今日簡単にこの調査をしただけで、時系列は、おそらく、旦那さんで間違いないだろう。一番古いだろうもある。相手方一緒に作った友達、考えた、出した友達も大人になっても、このセンスを書くって結構子供の時から変わりませんもんね、こういうのね、意外と、うん。そしてね、かたくなに覚えてないことは言えないという、謙虚な態度。そうですね。なんという素晴らしいお友達でしょうか。これ、ある程度、まあ、玉結び認定にはなりますけど、うん、これもう言い切っちゃっても一応うちの番組的に認定でつぶまり子さんの旦那さんが哲夫さんという友人と小学校2年の時に替え歌を作ったということでもいいじゃないですか、うん、奥さんどうでいいですよね皆さんがいいと思ってください。本当です。いや、それはね、本当に偶発的に他の地域で生まれたこともあったかもしれないけど、はい、でも間違いなく哲夫さんと旦那さんがお子さん時代にそういう遊びをされて、はい、で、旦那さんの方が覚えてるっていう、その言葉遊びは、はい、哲夫さんもおっしゃるように間違いなくその時代に存在してたね。そうですよね。その思い出は確かだっていうのはね、うん、思いましたね。どうですか、旦那さん。いやー、ありがとうございます。ありがたいです。いや、なんかもうなんかいいです、ね、その時のなんか楽しそうなね、うん、小学生のもう今は駆け抜けたあの時代が、はいはい、ふっとなんか見えて、そうですね、ぐっときましたもんね、今。ね、当時もいろいろと作ってましたからね、ゴリラが飛んでる夜っていう歌もありましてね。それも作ってたんですか。まあ、それは全然広がらなかったですよね。どんなフレーズか覚えていらっしゃったら、ちょっと。替え歌ですか？替え歌、なんか、カルピスかなんかのコマーシャルソングの替え歌ですけどね。はいはい、いや、もうほとんど覚えてないですけど、はいはい、ゴリラが飛んでる夜はっていうところでから始まる歌でしたけどね。いや、これますますですよね。他にも作者だと言ってる人は旦那さんより全部年が若いということだとか、はいはい、そうやって言葉遊びでそういうフレーズをいっぱい作ってたことだとか、うん、まあ、あとはその、ね、クワイガーの街。それをね、ずっと聞いてた幼少期もで運動会なんかでよく流れてたんですね。うん、でやっぱりそれもある。遊びがね、いかに大事か、その言葉を生み出した方、この哲夫さんはいまだにこのような文章を書かれる、うん。そうですね。そして旦那さん、ちゃんと記憶してる方は、弁護士さんになられている。弁護士さんになっている。この記憶力、もうなんか繋がってるんですよ。繋がりましたね。土地もあるんですよ。関東だっていう。なるほど。浦和から、西へ、東へ、東へ、南へ、ぐっと行くって平均的に。北海道に曲がっていってる。いや、これそうです。よかった。いや、旦那さん、哲夫さんとね、20年間ぐらい連絡取ってないということでしたが、最後にじゃあ、ラジオを通して哲夫さんにメッセージをお願いします。いや、もう、長年会ってないけれども、まあ、これを話題に今度のもう。いや、本当ですね。なんか、なんかグッときました。著作権もし持ってれば、もう、大金持ちでしたね。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。滝川でリスナーの皆さんから調査依頼をお待ちしています。メールの方は tama954@tbs.co.jp tama954@tbs.co.jp、 はがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ玉結び竹ガムの係まで。今日もたくさんね、いろんな情報ありがとうございました。ありがとうございました。メッセージとかまで送っていただいた方もありがとうございました。メッセージ紹介させていただいた方には、使いかけに見えるけど実は新品という番組オリジナルのガムテープをお送りいたします。そして今日はスタジオまで本当にお越しいただいて、ズームハリコさん、旦那さん、素敵な思い出を分けていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、滝山ガムテープ買ってきてでした。玉結び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  TBS ラジオ玉結びTBS ラジオ
954玉結び。FM905 AM954 で放送中、 TBS ラジオ赤い玉を玉結び、月曜パートナーカンニング竹山さんとお送りしています。はい、ここからは皆さんからいただいたメッセージ紹介してまいります。今日のメッセージテーマはおめでとうと言ってあげたいでございますが、兵庫県神戸市、土星は優しくさん、女性の方。父が仕事前に毎朝ウォーキングをしているのですが、うん、なぜかどんぐりを拾ってくるのです帽子がついているどんぐりがないと毎朝言っていたんですが、今日あったーと喜んでいました、うん、何のためのどんぐりか謎ですが、おめでとうね、お父様おいくつかしら、ねえ、どすやさしくさんが大人ってことを考えると結構年齢の方とは思いますけれども、どうしてんのかな、飾ってらっしゃるのかななんでどんぐり拾ってるんだろう。食べようとも食べれるんだよね、なんかどんぐりって食べれなかったっけ、ま、どうにかすた昔の人はね、なんかこうアクを抜いてとかでやりますけど、ね、まさか食べる気で取ってるわけじゃなく、あとなんか爪楊枝みたいなのさしてコマみたいなのも、ね、あ、そかそか、あ、ね、あと帽子っていうところが可愛いですね。確かにそうですね、帽子ですよね、うん、横浜市は深爪さん、26歳男性の方、うん、数年前に買ったスティックタイプの糊を使い切った私自身におめでとうと言ってあげたいです。あ、使ったことない。これまで下の部分を回しても出てこなかったり、逆にしまえなかったりなど使いこなせなかった私が、大きめサイズのスティック糊を使い切れたことは久々に味わった達成感でした。ああ、ない、使い切ったこと意外とね、糊とか消しゴムとかね、ないね、最後までってないですもんね。リップも、あ、リップもメンソロのリップとか、あ、口紅とかも意外と、口紅もそうですか、はいはい、最後筆でとか言ってもなんか使い切れなかったり、そうなのよね、うん、回すところが壊れたりさ、あ、そう、折れちゃったりね、折れたり潰れたりするから、そうですね、糊はないな。おめでとう葛飾区はモルさん、女性の方。赤井さん、竹山さん、こんにちは。初めてメールさせていただきました。ありがとうございます。私がおめでとうと言いたいことは、岡山の友達、結婚おめでとう。あ、おめでとう。直接何も報告は聞いていませんが、友人伝いに聞きました。待って、このテンションで言うからちょっとすごい知り、あれかと、大丈夫、週末の結婚式までにサプライズムービー用の写真と電報の手配します。私も早く結婚しておめでとうと言われたいです。それでは今週も頑張ってくださいというモルさんですが、直接はまだ報告聞いてないのね。友達なのね。でもね、友人伝いに聞いた。複雑だね、ちょっとね。複雑ですね。直接聞きたいね。ね、いやー、まあ、でもそういうことありますよ。私もだって、あの、私の後輩が結婚するっていう情報を、はい、私の同期と結婚したんですよ。はあ、何年か下の後輩が、はいはい、でそれはね、私がその同期を紹介したからなのに、うん、あの、上司から聞きましたもんね。あいつ結婚するらしいよ、誰々と。ええー、みたいな。付き合ってたのみたいな。あとは、ナダルっていうでしょ、はい、芸人の、うん。ナダルも結婚したんですよ、最近、はい。で、結婚した時に一緒に俺別の番組出てたのよ。はい、で、ナダル結婚だと、ナダルおめでとうって言ったんですよ。うん、何日か経って、ナダルはいっぱいいろんな人に会ってるよね。うん、で、何日か経ってまた俺現場で会ったのよ。うん、だからナダル、って言って、これもおめでとうはこの間言ったから、うん。そしたらわざわざ俺の目の前に来て、竹山さん、自分の指輪見せて。したら他、藤本さんかなんかがいて、藤本さんかなんかいて、お前先輩に金せびっとるだけやないかひどいな、ナダルって。そうですね。もう言ってんのに。お、ちょっと待ってください。ここでね、ニュース速報です。はい、ニュースデスクの品田亮太さん、お願いします。はい、お伝えします。日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者が逮捕・起訴された事件で、東京地検特捜部は先ほど、ゴーン被告ら二人が、直近3年間の報酬を少なく記載した疑いで再逮捕しました。繰り返します。東京地検特捜部は、ゴーン被告ら2人が直近3年間の報酬を少なく記載した疑いで再逮捕しました。以上、速報でした。ニュース速報、ニュースデスクの品田亮太さんに伝えてもらいました。ということで、うん、途中になりましたけどね、はいはいはい、今日はメッセージテーマ、おめでとうと言ってあげたいで、うん、メールたくさんいただいております、はい、ありがとうございます。こちらはね、北海道札幌市のゆきちさんですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。2歳の甥っ子に言ってあげたいです、うん、乗り物の中でも飛行機が好きで、たまに2人で空港に出かけます。
ある時いつもの空港に出かけたところ、すれ違うパイロットさんにおいは釘付け、うん、その様子に気づいたパイロットさんは立ち止まってくださり、うん、何歳かな、飛行機好きなの、パイロットになれると良いね、などと構ってくれて、話し終わったおいはしばらく目がキラ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 しておりました。いいな、憧れの人とお話できてよかったね、おめでとう、おいっ子、いいね、パイロットになっておばちゃんをいろんなとこへ連れて行っておくれという最後若干下心が入っておりましたけれども、まあ、パイロットになってもね、自家用ジェット持ってない限りはいろんなとこ連れて行けないんだからね、チケット買って乗ってくださいっていう割引が来ますけどっていうぐらいじゃないそうか、いやでも2歳でもそうか、ね、もうね、いいね、好きなものに対しての憧れは特にね、そうね、目がキラキラするだろうね。今なかなか難しいけど、コックピットとか見せてあげたいよね、うん、あーね、びっくりするだろうな、ね、そうですね、うん、こちら富里市りょうたくんパパ40歳男性の方、あ、こちらもお子さんのこと、我が息子4歳、来年4月から幼稚園に通うのですが、うん、幼稚園に行くのが嫌だと今からごねています、はあ、先日幼稚園の面接があり、息子と行き、その場で合格ですおめでとうと言われたのですが、うん、息子はその場でおめでとうしない、幼稚園行かないと泣きわめいていました。かわいい。それからというもの、幼稚園の話になると、うん、幼稚園行かないと言っていますが、うん、来年4月の入園時には家族みんなでおめでとうと言って幼稚園に送り出そうと思っていますという、うん、そうですね、まあ、やっぱりそれはなんかちょっと一人になっていくっていうのがやっぱり幼心になんかちょっと不安のとこもあったり、個人差あると思うんだけど、最短でどれくらい、半年くらい5年度かな、結構行き出すとみんなカラッと変わる子いるじゃん、いっぱい個人差ありますね、やっぱこればっかりはね、うん、それも本当個性だから、あの1年ぐらいずっとうちの近所にもいましたよ、昔あのずっと電柱にしがみついてなんかもうお母さんがもうお願い行こうバス来てるみたいなあ、またあなんか電柱にしがみついてるみたいな子いましたけどね、うん、だからまあそういうね道もいろいろ経て、そうね、まあ、ね、そのうち、慣れるからね、うん、うん、わあ楽しいみたいな、そんなこと覚えてないみたいになってる子もいますからね、いい思い出に変わるからでも固くなに今は行かないって言ってんだね、可愛いね、試験のある学校とかで幼稚園受かったら親焦ったろうね、そうですね、合格ですよ、おめでとうないやっとこさ歌受かったのにおめでとういらない口を押さえるたまにしちゃい今日のメッセージテーマ、おめでとうと言ってあげたいです。司法書士法人イストワールからのお知らせです。司法書士の田中司さんから過払い金や借金のことをいろいろお伺いします。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、過払い金について教えていただけますか。はい、平成19年以前に消費者金融やクレジットカードでキャッシングを利用していた方は過払い金が出ている可能性があります。いつ借り始めたのか忘れたけれども借りたのだけは覚えているなんていうパターンもあると思うんですが、それくらい曖昧でも大丈夫ですか。はい、借りていた会社名だけしかもう覚えていないという方も結構いらっしゃいます。ただ会社名が分かれば調べる方法がありますので、ぜひお問い合わせください。調べてもらうのに費用はかかりますか。イストワールではお電話でのご相談から過払い金の調査まで無料にて行っておりますので、気になる方はお気軽にお電話ください。手元にカードや明細も残っていない場合でも大丈夫ですか。はい、もう資料が何もないという場合でも最後までお手続きできますので大丈夫です。調べた結果まとまった金額が戻ってくる時もあるんでしょうか。そうですね、ご利用期間にもよりますが、中には100万円を超える過払い金が出ている方もいらっしゃるんです。ただ過払い金は全額返済した時から10年経ってしまうと時効により取り戻すことができなくなりますので、まずはお問い合わせいただくのがいいと思います。一度ダメ元で電話してみるのもいいかもしれませんね。ではお問い合わせ先をお願いします。はい、司法書士法人イストワールのお問い合わせは 0120-07-07-07 0120-07-07-07。お電話は午前8時から午後の10時まで、土日祝日も受け付けております。司法書士法人イストワールからのお知らせでした。
それではここで天気予報です。今日は気象予報士の佐々木さとみさんです。はい、こんにちは。お願いします。もうすっかり空気は冬ね、綺麗に青空ですけども、これ冬の青空ですね。はい、なんか本当にこの澄んだ青空が、はい、なんかもういてつくような、なんかそんな青空にも見えますよね。はい、で今朝は各地今シーズン一番の冷え込みとなって、都心でも5度初めて下回ったんですけれども、北海道ではなんと氷点下22度以下まで、すごいね。ですよね。寒くなるのはいいんですけど、ちょっと前まで夏日とかが出たからもうね、先週がひどかったんですよね。気温が上がって急に下がってのこの寒さなので、皆さん一層体に応えてるかと思います。はい、でこの時間でも1日の中では気温が比較的高めの時間に当たるんですけれども、それでも7度とか8度台のところが多いですから、やはり外の空気は真冬という感じかと思います。はい、で今夜から明日の朝にかけては今朝以上に冷えそうで、明日の朝の最低気温東京都心で3度です。3度、はい、宇都宮氷点下1度の予想となっています。で明日の最高気温も10度に届くかどうかぐらいで、平年を下回る寒さが明日も続きそうです。でその空気が冷えた中、雨雲が明日近づいてくるので、明日天気下り坂で、夕方6時ぐらいには広い範囲で雨となりそうなんですね。そうですか。で内陸方面では雪となりそうで、東京都内でも多摩西部の方ではひょっとしたら降り始めは雪となるかもしれません。お気をつけください。はい、でその先水曜日の日中にはお天気回復して、木金と晴れそうなんですが、気温はまた低めで10度に届くかどうかぐらいで、朝は今朝と同じような寒さが今週しばらく続くので、お布団から出るのは毎日辛いと。辛いね、出たくない、眠いし、ね、出る時のなんか儀式ってあります？お二人よしっていう、ちょっとまた足バタバタバタっとして体ぬくめて、あ、ぬくめて、はいはい、私自分の頭の中で10秒とか数えて、はい、10になったら出ようみたいなこれちょっと提案で、猿ゴリラチンパンジーで、あー、なるほど、ね、それで出ると、ね、なんか元気になりそうな、猿ゴリラチンパンジー、ね、なるほどなるほど、起き上がろうみたいな、どうでしょうか。はい、ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。玉結び、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 TBS ラジオ玉結び FM905 AM954 で放送中、 TBS ラジオ赤い玉を玉結び、月曜パートナーカンニング竹山さんとお送りしています。はい、今日のメッセージテーマはおめでとうと言ってあげたいですが、埼玉県入間市桃口山江さんからいただきます。桃口山江さん、うわ、面白いな、すごい、本当だ、桃口山江さん、よくできてる。自分が間違えたかと思いました。うん、桃口山江さんというね、男性の方からいただきました。はい、赤江さん、竹山さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。これはマジのおめでとうですが、はい、サッカーをやっている小学生のいとこが某 J リーグのチームのジュニアチームのセレクションに通りました。おお、すごい。おお、もちろんこれに合格したからといってそのままプロになれるなんてことはありませんが、はいはいはい、そのような場でサッカーをできるなんてめったにないことですし、合格したことに満足せず精進し夢を叶えてほしいと思います。うわ、すごいね。すごいですよ、 J リーガーへの第一歩ですよ。いや、これは選抜中の選抜ですもんね。プロになった人はその辺からずっと小学校時代から始まっていくわけだからね。ねえ、そういうクラブチームのね、そういうところから。そうですね、いや楽しみですよ。すごいね、楽しみね。サッカーも本当になんか次世代次世代がどんどん進化してる。そうですよ、今の代表の子たちなんかも、日本もね、進化してますから。ヨーロッパとか行ってみ、超金持ちになりますよ。いや本当ですね、とんでもないことになりますよ。ヨーロッパなんか行ったらサッカー。本当だわ、夢が広がりますね。茨城県つくば市はピストルズナンバー4さん、34歳男性の方。先月から実家を出て一人暮らしを始めました。その目的が今年付き合い始めた彼女と来年度からの同棲結婚を目指したものです。いろいろな趣味が一緒な彼女ですが、その中でも特に盛り上がったのが、同じ玉結びリスナーであったこと。ああ、嬉しいね。彼女の一家がリスナーのようで、共通の話題にはこと書かなくて大変助かっております。赤井さんをはじめパーソナリティの皆様のおかげでここまで来られたと言っても過言ではありません。この場を借りてお礼を言わせていただければと思います。はい、そしておめでとう自分と言わら、あ、よかったですね。まあ、そんな形でもお役に立てたなら嬉しいですが、いいですね。なんか義理のお母さんとかと会って聞きました、中江さんのミスとか言われて、ね、いやでもそれで会話できるからね。義理のお母さんとなかなか喋りづらいもんね。正直お父様の食卓のなんか話題に上る発
恥ずかしいね。ね、いいですね、これは。私赤い実践のはやめとこうかね。水特選は。笑顔になるからね。ね、横浜市動物好きの男さん、31歳男性の方。はい。今日は実の兄の誕生日です。子供の頃はよく喧嘩をしたりして、こんなにクソな兄はどこを探してもいないと思っていましたが、大人になるにつれてお互い丸くなり、相手のことを気遣えるようになってきました、うん、婚活を頑張っている兄には早く野球好きで上戸彩に似た良い相手が見つかってほしいと思っています。野球好きは見つかるかも。とりあえずお誕生日おめでとう。お兄ちゃんおめでとう。うーん、そうか、お兄ちゃんのことも思えるようになってきた。31歳の動物好きの男さん、いいね、いい弟さんだね、うん、メールありがとうございます。 TBS ラジオ954玉結び玉結び玉結び。時刻は3時になりました。 TBS ラジオ赤江玉王玉結び、改めましてこんにちは、赤江玉王です。こんにちは、月曜パートナーカンニング竹山です。ここからはコラムニスト小田島隆さんによる週刊日本の空気、世の中のなんだかモヤモヤする物事や正解の出ないことについて、ちょっと違った角度からコラムニストの視点であーだこーだ言っていただくコーナーです。はい。ということで、もういよいよ本格的な寒さ到来のこの週末、さらに年末ムードも高まっておりますが、小田島さんは年末はね、いつもねちょっと締め切りが早くなるから、そうですね、今一番忙しいのかもしれないですね、なるのかもしれませんね、もしかしたらね、伺いましょう。コマーシャルの後、小田島隆さん登場です。 TBS ラジオ954玉結び玉結び玉結び。 TBS ラジオ赤江玉王玉結び、月曜日の3時台は週刊日本の空気、コラムニスト小田島隆さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小田島さん、はい、まあ、冬らしい寒さになりました。そうです、急に来ましたね。そうですね、なんかもう少しゆっくり来てほしかったけど、ゴンと来ましたよね、うん、なんかびっくりしました。おととい、あれ本気出してきたんだね。本当本当、トップギアできました ね、 そうですね。いやでも年末の進行で、あの原稿の締め切りは早まるとしてました。でも一個だけちょっと厄介なのがありますから、あとはもう終わったようなので大したことないです。あ、そうですか。今年はいや、まだあの定期刊行物がいくつかあるっちゃあるんですけど、うん、そんなになんか年々マイルドになる気がしますね。あのタレントさんとか芸人さんとかはすごく収録が、年末年始番組の収録が固まってたりし、もうちょっとですね、もうちょっとありますね。もうちょっとですか、はい、うん、そっかそっか、うん、クリスマス過ぎぐらいだから、うん、ねえ、さあ、そう、コラムをねご紹介する前に、この話題に今日は触れておきましょう。水道法改正案、改正入管難民法など重要法案続々可決成立へということで、6日の木曜日に水道事業を民営化しやすくなる水道法改正案が衆議院本会議で採決され、賛成多数で可決成立しました。また8日土曜日の未明には、外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管難民法が参議院本会議で採決され可決、来年4月1日に、施行されます。その他、皇太子様が新たな天皇に即位することに伴い、来年のゴールデンウィークを10連休とする法律や、コンサートなどのチケットの不正な転売を禁ずる議員立法も可決ということで、続々重要法案が決まっているということですけれども、うん、特にこの水道法改正案と改正入管難民法は、うん、結構あの日本の根本的な部分が変わるんじゃないかと言われてますね、うんうん、これ割とあの決まった決まらないもさることながら、全く議論がなかったのがひどいなと思う、うん、だけど、あの私がその議論がなくてひどいぞとか、民主主義のなんとかで、うん、強行採決がけしからんぞみたいな、いわゆる朝日新聞がくどくど言ってるようなことをもう一回言ってもしょうがないなとつくづく思うのは、うん、こういうこと言ってもむしろ逆効果で、うん、なんかおっさんがまだまたあのもっとマシいこと言ってやがるぜって思われちゃうのもくだらないなと思ってて、まあ、結局こういう議席状況を作った以上、うん、あの衆参両院が3分の2以上与党なわけですから、うん、あの与党のやりたい放題になるってことは制度上仕方がないんですよ、うん、だからそういう議席状況を許した我々有権者の、うん、があのと必然的な結果を今見てるってことだから、うん、この件に関してけしからんとか民主主義がとか、あのあんまりくだらないこと、くだらなくはないですけど、建前っぽいことを言うのは
もうちょっと虚しいんで、いや諦めてはいけませんよ、そうですかいやというのもね、うん、その決まった云々ということは置いておいて、うん、その与党の議席数で通っていくというのは、まあ、それはしょうがないことですけれども、うん、与党の自民党内からもいろんな意見が今出てますよ、うんうんうん、昔の自民党だったらこんなにも短くどんどん進んでいくかとか、実は安保法を通したですよね、うん、あと共謀罪を通して、はい、であの当時はね、実は自民党の上の方の人たちは、うん、こういうあの議論のすごく分かれる法律を、うん、こういう通し方したらきっと支持率が落ちるだろうって言って、すごいビクビクしてる感じがあったんです、うんうんうん、で一瞬落ちたんですよ、あの当時も、うん、だけど、はい、ああこういうことがずっともこの4年ぐらいなずっと続いてるわけですよ、うん、そしたら何をやっても支持率が落ちなくなってるんです今、うん、だからあの国民が慣れたこともあるし、うん、で執行部である国会の上の方の人たちは、あ今の議席状況でやりたい放題しても全然支持率に響かないぞってことを彼らが学習したんですよ、うん、だからきっとこれをやっても支持率下がらないんです、うん、だから下がらない支持率に向かって下げるべきだってみたいなことを言うのも本当、うん、逆効果で、うん、なんかただクレームつけてるクレーマーみたいなのもあるじゃん、確かにおかしな話ではありますよね、おかしな話でありますけど、でも次の選挙の時にこんなことが続いていいのかっていうことをもう一度考えましょうっていうことを先に向けて言っといた方がいいのかなと私はちょっと思ってるんです、うん、やっぱり国会は国の国民の代表の場なんで、うん、国民の意見、意思がちゃんと尊重される話し合いの場で、うんあらねばならないっていう、だから分あの与党が3分の2を衆参両院で取っちゃうってことはもう議論が行われなくなっちゃう数なんですよ、これ。だからもう少し拮抗してるとか、うん、あのうっかりするとひっくり返されちゃうっていう緊張感がなかったら、うん、要するに5対0で勝ってるサッカーと一緒でボール回してりゃいいやみたいになっちゃうんですよ、今実はそういうサッカーですから、はい、なんかなんてよくサッカーで5対0で勝っちゃったりすると だらしないサッカーなんですよ、はい、どうしてもね、どうしてもね、だから 今やられてることってそういうことですから、うん、でそれに文句つけて もう勝ってんだからしょうがないんですよね、これ、うん、でもね、小田島さん、不思議なのはね、こんな水道、うん、水道とかもちょっとやってましたけど、うん、入管難民法なんかあれだけ揉めていろいろ問題がいっぱいあるじゃないですか、うん、これきっと与党の中でもこれおかしいよなって思ってる人たくさんいますじゃないですか、あのまあ、ゴールデンウィーク長くなるよとかいうこともありだし、うん、あとチケットの転売の問題とかだって、うん、これもどん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 決まっていくけど、全然こっちの方が全然面白いのに、うん、やれもうテレビとか見るとね、ずっと朝から晩まで相撲がどうしたとか、うん、芸人がどうしたとか、うん、いやそんなもんよりチケット転売とか、うん、ゴールデンウィークは入管難民をみんなでやって面白くないかと思うんですけど、うん、責任を問うとしたら議員さんじゃなくてメディアですよ、うん、メディアがすごくこういうところでもうね、うん、投げちゃってる感じがあって、うん、私は特に NHK にものを言いたいんですけど、うん、なんかそういうところで本当は昔もっときちんと報じてたと思うんだけど、うん、なんかそこのところ投げちゃって手続きで決まったことだけはい決まりましたみたいな報じ方してるのがとても強く感じますよね、うん、そうですね、入管難民法だって一緒に働く可能性もいっぱいあるんだから、誰しもね、で水道だって我々のなんていうんでしょう、国有財産を売っ払うみたいな話ですから、うん、チケットの転売なんかもね、コツさんと行くときとか、そんなのやめようぜなんか俺なんかものすごくする、うん、思いますけどね、やっぱりこれに関してはね、竹山さんとかもチケット苦労しますからね、立場ですからね、そうか、自分でライブとかやるとね、うん、ファンになかなか行き渡らないっていう、一人が買い占めちゃったりするわけでしょ、本当に欲しい人に行き渡らなかったりするから、もっとこういうことやってほしいんですよね、そうですね、なるにね、うん、ということと、あと先週はこんなトラブルもありました。携帯キャリアの大手ソフトバンクで大規模な通信障害が発生ということで、それは6日の木曜日でしたね、うん、ソフトバンクが携帯電話サービスで大規模な通信障害が発生したと発表し、全国でおよそ4時間半にわたり、音声通話とデータ通信が利用できないか利用しにくい状態となったということですが、はい、野島さん、竹山さんは大丈夫でした？私はね、違うキャリア会社だったんで全くなんか問題なかったんで、知り合いで結構いましたよね、うん、で深刻だったのは子供にキッズ携帯持たせてるお母さんとかが、要するに一瞬行方不明になっちゃう、はい、6歳とか7歳の子供に、うん、与えといたから安心と思って、うん、やっぱりそれで追っ放してるわけでもないけど、子供が小学校の私立学校に通ってる子なんてやっぱり持たしてるわけですよ、うん、で電車乗って帰ってくるんだけど、うん、それの庭に何とかスイカで乗ってたりするでしょ、はいはいはい、そうするとお金ないから電車乗れないんじゃないかっていう、そうか、困るな、いろんなことが連動してますからね、そうそう、それでパニックになって、ましたけれども、いや今回ちょっとそういうことがいろいろ見えましたもんね、そうそうそう、だからあれがなくなっちゃうと我々の生活の日常生活の半分ぐらいいろんなものが回らなくなるってことが分かりましたね、そうですね、今スマホでね、ね、
だから駅なんかでも急におまわりさんに道聞く人が増えたしね、そう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 案内板をみんなが必死で見てたりとか、待ち合わせ場所でも我々事前に調べないで、はい、何これがこれスマホで見ればなんとかなんだろうっていう形で行きますからね、はい、でそうですよね。だからね、今でも昔ながらの避難訓練とかで火事ですとか言って、うん、事前に練習したりするじゃないですか、うん、1日ぐらい年に1回こういうことが、そうですね、スマホない生活やたまにやんないと、でもちゃんとこの日って決めといて、ああ、はあ、社会全体で一回止める、動かないときはどういう行動をみんなした方がいいかとか、下手すると現金持ち歩かないで歩いてる人もいますから ねあれで全部済んじゃうからっていう、ね、そうですね、キャッシュレスですからね、今ね、そういう訓練しといた方がいいかもしれないですね。5時間だけとか ね昼間1時から夕方、6時までとか夕方5時までは1回止めますみたいな、ね、それこそスマホがない状態のことを若い人たちは丸腰っていうらしいんですけど、要するに武士が刀持ってないと一緒ですよ、うん、私去年11月ですか、スマホが不調に陥って2回ぐらい修理に出していた間、本当機能しなかったですもんね、うん、やっぱり自分がサイボーグだったってことに気がつきましたよ今ね本当かなりの確率で頼ってることね、うん、度合いが増えてますからね。さあではですね、週刊日本の空気、前の週にあった出来事について小田島さん書いたコラム、ここからは紹介いたします。まずはスマホの登場よりももっと前から私たちを支えてくれていたというこちらの話題。1990年代に若者を中心に一世を風靡したポケットベル、ポケベルですね、来年9月で姿を消すことになりました。3日月曜日に国内で唯一サービスを提供している企業が契約数の減少を理由にサービスの終了を発表しました。携帯電話が普及する以前、個人向け呼び出しとして初めて広く普及したポケベルですが、ついにその役割を終えます。ポケベルを愛用していたであろう小田島おじさんはこのニュースを聞いて何を考えたのでしょうか。コラムご紹介します。ポケベルが使われ始めた頃、最初に持ち歩いていたのは証券会社の営業マンと新聞社やテレビ局のようなマスコミの記者と、あとは反社会的集団に属する人々が多かったように記憶しています何を言いたいのかというと、彼らこそが無から有を生み出す真の情報産業従事者であったということです。そうこうするうちに、やがてポケベルは普通の商社マンや大学生から果ては女子高生が持ち歩くようになったわけですが、その頃にはガチな情報産業の選手たちは肩から吊り下げる携帯式の自動車電話を持ち歩くようになっていました。でそこから3年ほどで携帯電話は 500ml のペットボトル程度の大きさになり、さらに2年経つとポケットに入るようになりました。そこから先の変化は皆さんご存知の通りです。結局平成という時代の歴史は、その時代を生きた人間の通信手段の高度化の過程でした。逆に言えば、昭和の人間がそれぞれに単独行動をしていたとすると、イワシやシマウマのような群れの暮らしを営むようになった変化が、すなわちこの30年の技術革新だったと言えそうです。良いことなのか悪いことなのかは分かりません。ただ我々が昔に戻れなくなっていることは間違いありません。個人的には誰にも見つけられないまま、都内某所で丸3日ほど行方をくらますことが可能だったあの時代を懐かしく思い出します。そうなんです。3日もどこで何でもいや、でも昔3日ぐらいあの人捕まんないよってことは、いや、ありま、ね、平気でありましたね。で、3日捕まんないからって誰も驚かなかったんですよ、うん、今3日捕まんないと もしかしたら死んでるんじゃないかって。そうですね、ちょっと下手したら警察に行った方がいいんじゃないっていう人もいるかもしれない。そうそうそう、話ですよ。だから皆さんの行方不明だったんですよ、当時は、うん、そうですね、うん、でね、私よく覚えてるのは、1980年代の頭ぐらいの頃にポケベルを持ってた、はい、記者さんたちが、うん、得意になってるかと思ったら、みんなすごくそれを嫌ってたんですよ、ポケベルを。で、最先端の機械持ってすごいなって言って、俺なんか羨ましがると、うん、いや、こんなの犬の首輪と一緒だよって言ってました。管理ですよね。だからこれ鳴ると会社に電話かけに行かなきゃいけないんですよ、電話につけて。で、ああそうか、持ってる人からするとあれ犬の首輪なんだって思ったのを当時思い出すんですけど、うん、あそこから先みんなが携帯電話を持つ時代にまたたかもになっていったでしょ、はい、我々全員 犬になったんです。そう、誰かに首輪の先の鎖を持たれてる、う
お互いがお互いの犬になったってこともありますけど、まあ、すぐに連絡が取れるっていうことはそうですよね、うん、昔はその携帯電話の電波も状況がそこまで良くなかった時は、うん、あの地下におりましたとか言って、任せる時とかもありました、地下でした、地下でしたとか言って、会社から外に出たら誰も捕まえることができなかったんです、はい、で、うん、あの奥さんにも会社にも捕まんない時間帯っていうのが 2,3 時間普通のサラリーマンにあったわけです。その間にどっか飲みに行っちゃったり、はい、あの要するにいろんなとこ人から行方不明の間に勝手なことやってたんです、うん、それが今すごく立ち回りすぎ全部分かっちゃって、うん、それこそ GPS で地図書かれちゃってますからね、うわ、だからいいのか悪いのかともかく、うん、まあ、ポケベルもなくなったかというのがすごく我々のが犬になってった時代の、だから携帯キャリアがあの犬の人をお父さんにしてるの偶然じゃないですよねそこまでの意図があったとは思えないですけどそうか、でもまあその便利さとね、うん、交換して自由さは失ってる部分はものありますね。ポケベルの会社がでもすごく儲かってるんですよ、このテレビでやってたら。そうなんだ、はい、結局その防災みたいなラジオと一緒にくっつけたりする防災の機械をいっぱい高齢者の家に置いてるらしいんですよ、うん、それポケベルの電波が強いからそれでやってるって言ってました、はい、私はねちょっとポケベル世代ちょっと下なんで使ったことがないんですけど、うん、はいはい、あのなんかちょっと上の人が数字を見てすぐ会話ができるっていう、724106何してるって、これでそうそうそう、これで何してるみたいな暗号がありましたよね、すごい暗号みたいなありましたよね、うんうん、竹山さん使ってました？俺はねポケベルから始まりましたね、この写真で言うと右上の左上の一番白いやつ、うん、これ使ってましたね俺はね。それ誰と連絡取るんです？いや連絡取るというか、だから連絡取れるというか電話番号も相手にポケベルの番号教えるときは俺に連絡あるとかかかってくるから、あこの電話番号にかけるんだっていう、いやいやポケベルでピー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 ってなるだけだから、で、あれ赤井さんだってなると赤井さんに電話するわけ、公衆電話、赤井さん何って言うと、あ使っそうやって使ってる、そうやって、そうか、使い方かもしれないから僕もいまいちポケベルに関してはね、おじさんたちはね、よくね、ベルトにね、うん、グッとね、つけてる、つけてました、つけてました、なるほど、なるほど、はい、そんなね、サービスも終了で、あの、四ツ谷のスナックなんかで飲んでるとピッ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 ってなると全員このあのちょっと村もあの村も、ね、ベルトのところ、ベルトのところ見俺かみたいな、でみんな全員酔いが覚めるっていう状態がありました本当に首輪ですね、そうだ首輪です、サラリーマンの人にとっては、はい、続いてはこちらの話題です。4日火曜日 JR 東日本は品川駅と田町駅の中間に位置し、2020年の春に開業する山手線の新しい駅の名称が高輪ゲートウェイに決まったと発表しました。その駅名については今年の6月から公募がスタートし、全国から 64,052 件もの案が寄せられ、36名の応募があったという高輪ゲートウェイに決定したそうですが、この名前については賛否両論様々な意見が飛び交っています。では小田島さん、一体どんな感想を抱いたのかコラムご紹介します。どこから突っ込んでよいのやら、どうにも恥ずかしい名前です。ゲートウェイといういかにもコンサルだのデベロッパーだのが喜びそうな上滑りなカタカナが、高輪という伝統ある地名にぶら下がっている語感がひたすらにみっともなくて、小田島は自分の口でこの言葉を発音することができません。おそらく開業してからも高輪なんたら、高輪ウェイウェイだっけ高輪ゲゲゲ、という感じでわざと記憶違いを装う形式で対応することになると思います。今回の顛末を見ていて残念なのは、新しい名称について広く公募を呼びかけておいて、その結果を踏みにじったように思えることです。仮に高輪ゲートウェイという名前に落着するのだとしても、この名前を JR 東日本が自社の責任において単独で押し出してきたのであれば、好き嫌いはともかく自分の会社の施設に自分で名前を付けようとしたその責任感と信念を評価して、私は何も言わなかったと思います。ところが JR 東日本は公募を求めることで地域住民や公共の意見に従う素振りを見せておきながら、実際には真剣に名前を考えてくれた人々の努力と情熱を軽視したように感じます。要するに公募は注目度を集めるための踏み台に過ぎなかったということでしょう。名前の出来不出来以上に、この市民をバカにした姿勢に憤りを抱かずにはおれません。なので小田島はこの先決してこの駅の名称を正しく発音することはしません口にするたびに呼び間違えようと思っていますみんなで間違えてくっていいですよね、高輪なんたらとかね、高輪ゲ、ゲ、ゲ、ゲロだっけとか言いながら、あの全員で間違って間違い続けていくと、
ね。まあね、うん、確かにこう唐突感はありました。山手線に急にね、そうですよね、うん、モノレールの駅じゃないんだから、ね、山手線だから。これバス停だったらなんとか薬局前とかね、ありますあります。ゲートウェイも全然 OK ですよ。 OK ですけど、うん、やっぱり山手線の駅ってちょっと特別に公共性の高いものだから、うん、あの東京のに暮らす者にとって20いくつ30いくつでしたっけ、うん、しかない特別な駅名ですからね、やっぱりちょっと普通にしてほしかったです、ね、竹山さんもまた芝浜がいいと。芝浜3位でしたかね。俺はね、うん、3位だったんですけど、うん、やっぱり芝浜、まあ、文化じゃないですか、うんうんうん、で落語の話だし、そうですね、なんで芝浜あったら落語の話もできるし、そういう芝浜の話もできるから、うん、お金拾いそうでいいですよ、ね、いやそうなんですよ、財布が落ちてそうでみたいな、そういう話もできるし、目黒のさんまみたいにね、そうそうそう、ただ外国人の人も落語にも興味持つかもしれないし、うん、文化に興味持つじゃないですか結局、うんうん、だから芝浜一番いいだろうと思ってました。宝でもいいですよ別に、うん、びっくりしたのがね、うん、まあとにかく10位まではね割といいんですよ。なんかそうですね、高輪、芝浦、芝浜、新品川、泉岳寺、うん、新高輪、江南、高輪、泉岳寺、品田までが10位なんですが、うん、これだと割とまあよくある山さんにぴったり、大丈夫ですよ、はまりそうな。泉岳寺もいいなと思いましたけどね、うんうん、だから今回びっくりしたのが130位のとこ持ってくるかっていうのが、これわかんないですよね。でしかも何もないところからいきなり高輪ゲートウェイっていう名前が発想しうるかっていうと、うん、やっぱりこれ関係者じゃないと、うん、その品川ゲートウェイ構想だとかっていうものがありますよだとかいう、そこに関係している広告代理店とか、あるいは、うん、デベロッパーなのかな、うん、あるいは不動産関係者なのか、そういう人じゃないと思いつかない名前ですよ。ってことは、まあ、仕込みとは言わないですけど、うんうん、落着するところがあらかじめ公募する前から決まってたんじゃないかというのは疑わざるを得ないです、うん、あ、そういうことか。なんか誰かの一個人の感情ではないんですか、うん、みんな忖度してて、一個人がそれを言ってるから忖度しててしょうがないってやってるのか、うんうん、でもきっとそのこの駅ができることで不動産業者周りすごく盛り上がってるはずで、うん、それで売り出したいマンションがあったり、うん、なんとかお店があったりっていう中で決まってった名前だと思うんですよ。そうか、そうか、じゃあそこにはもうお金がいっぱい絡んでる組織があるってことですか、かもしれない、かもしれない。最初からもうだから自分たちで決めるって言えばよかったよね。そうですよ ね、こういうちょっと何の名前でも自分たちの施設なんですからって決めるんなら、うーんと言いながらも、だって子供の名前でもそうですもんね。もう親が決めるって言ったらもう周りも親戚をあーんと思ってもしゃあないなと思いますけど、キラキラ、ね、いろいろ聞いといてね、考えといてって言って、、うん、違うんかいってなるとちょっとね、うん、余波出るかもしれませんね。そうか、じゃあもういろいろ署名活動とか反対運動の署名活動とかしてる人もいるけど、もう変わらないってことですね。東京中の人間が間違い続ければいいんですよ、この駅名を。改めてこの駅の名前、うん、小田島さん、これみんなちょっと略すでしょうね。そう、高毛か高ゲロかですね。和毛で集まるみたいになったりして、ね、何でしょうか、まあ、高輪ゲートウェイというふうに決まりました。今週もあだこうだいろいろおしゃべりしてまいりましたが、今日はこのあたりでお開きでございます。小田島さん、はい、ありがとうございました。はい、どうも。来週も寒いかと思いますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、小田島隆さんによる週刊日本の空気でした。玉結び午後1時からカンニング竹山さんとお送りしてきました TBS ラジオ赤い玉を玉結び、エンディングのお時間です。はい、明日火曜日の玉結びは南海キャンディーズの山ちゃんこと山里亮太さんがパートナー。2時からは出演者の NG 特集コーナー、リメンバーミーおばあちゃんのつぶやき。3時からは映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物がございます。この後の TBS ラジオ3時半からは荒川京慶デイキャッチ。月曜日のデイキャッチャーはジャーナリストの青木治さん。そして夕方6時からはアフターシックスジャンクションと、引き続き TBS ラジオでお楽しみください。よろしくお願いします。今日たくさんメッセージいただきましたが、はい、こちらおめでとうメール、昭島市の白いクジラさん48歳男性の方、うん、妻の運転におめでとうを言いたいです。6ヶ月かかりましたがバックで車庫に入るようになりました。モニターとかついてないの、今の。いやー、でもこれはわかるわ、うん、私もあの実家の得意ですか、入れんのもう未だになんか全然どうやってだっけなみたいなね。慣れだから ね、運転はね、慣れですから、車庫入れも、うん。松戸市はママエさん、女性の方。小学校5年生の息子が少年野球を始めて5年、うん、昨日の試合でヒット100本を達成しました。うわ、すごい、よう打つね。毎日コツコツ素振りした成果だね、うん、雄大おめでとう。
はあ、雄大くん頑張った数えててあげたのかな。そうですね、スコアブックとか見ればわかると思うけどね。そうか、うん、5年1年生とかからやって、あらよくやった、ヒット100本、いいよ、うわ記念だね、ねおめでとう。台東区は長い枕さんからいただきました、女性の方、うん、赤井さん滝山さんこんにちは、こんにちは、メールは初めてですが、うん、ありがとうございます、いつも楽しく拝聴させていただいています。昨日の日曜サンデー、うん、赤井さんの過去のチンプレ放送を聞いていました、うん、その中の泳げたい焼きくんの DJ プレイ、うん、多分3回ぐらい聞いていますが、うん、毎回苦しいくらいに笑ってしまいます昨日は鼻水まで出てしまいました、息ができません、面白すぎます。まだまだこんなものではないと赤江さんご自身が思っていらっしゃるとのこと、今後がますます楽しみですほら面白いって人がいらっしゃるんですよ、本当よかったって方も、本当あれであれでよかったそうよ、だからやっぱ面白さって個人で違うから、そうか、違うと思う、違うと思うんだよ、何かこれか、だから赤井さんが次を次を求めすぎちゃってんじゃないの、ちょっともう一回掘り下げますよでも自分でも忘れてるけどね、うん、あの大多数のものは確かに、うん、あのこれだってものをさ、うん、ディレクターと一緒に作ってさ、うん、で日曜サンデーに自ら持ってったらいやいやいや日曜サンデーさんに、爆笑さんこれなんです、なんで私のやらかしこれなんです、日曜サンデーさんで爆笑問題もさすがになんでって言っても、いやなんで自分から持ってくんのっていや田中さんも太田さんも大笑いでそれやったな何玉ちゃんっつってそうですね、年明けぐらいにじゃあね持ってったら、もう全然期間も違うのに持て余すわみたいなお年賀ですって、お年賀です玉結びからのお年賀です日曜サンデー嫌がらせみたいに持って行ってみようかお忙しそうな時期に私の本当を聞いてくださいということでね、今日もたくさんメールありがとうございました、ありがとうございました。サルゴリラチンパンジーもよかったね、あよかったよとか、すっきりした、多分そうだもん、ありがとうございました、ありがとうございました。お相手は赤江珠緒とカンニング竹山でした。それではまた明日です。